みんなやっぱ強いとこが残ってるので、もうどこが優勝するかっていうのは本当分かんないですよね。そうです、自分ちょっと自分の試合からの試合からでちょっとあの予選どのチームが上がってるかあまり実は分かってない、最後ら辺しか見てなくて、はい、あ、了解です。はい、まとめてチーム発表するみたいなので、まあ、でも今視聴者の人はずっと見てる人が多いと思うんで、自分たちより詳しいかもしれないですね。そうですね。まあお、はい、白黒マイケルありがとうございました。はい、一旦ちょっとこちらいただけますでしょうか。ステージ上のカメラもらえますか。はい、決勝トーナメントの組み合わせ抽選、はい、こういう感じで決まりました。ごめんなさい、前撮ってます。左下と右下に先ほどのプレーオフで抜けた2チームが入ってます。で、本日ずっと予選をやってきた14チームの各1位、各1位が、これのどこかに入るという形ですね。サード的には、サードマニアックス的にはおなじみの K1 方式。何番目に貼るかを今からこのくじで決めていきます。何番目に貼るかをこれです。というわけで、今から代表者を、お呼びしますので、呼ばれたチームは、壇上の方に来てください。A ブロック1位抜け、08MS 招待、後藤、杉山、ザビチーム。誰か一人。開幕いないやつ呼んだら来て。杉山さん、K1。はい、08MS 招待、後藤、杉山、ザビチーム。これ、杉山さんと後藤さんで3立てずつしてますね。予選大暴れですね。いねえから、杉山さん。はい。はい、K1 なんでね、とりあえずくじ引きして握って持っといてください。はい、どうも。じゃあ続いていきます。じゃあね、キングオブタイターズ、うちか、キングオブタイターズ2019は俺は引けません。シンタが抜きさんいますか。シンタが抜きさん、申し訳ねー、いますかね。シンタ抜きさん、誰かどっちかいないかな。あ、じゃあ一旦ごめんなさい、飛ばします。シンタ申し訳ない、1枚これマジ大事だから頼むね圧だけかけとか。じゃあ握って持っといて。はい、次行きます。あんまり読みたくねえな。クソ丸水産 BBK、 俺シャボテンチーム。じゃあ BBK ちょっと前は開けてあげてください、プレイヤーが来るときはね。はいはい、1枚。やだ。はい、どうもどうも。はい、続いていきましょう。ここもやだな、もう。池袋、お花畑で、甘に油。サファリ勢ですね。高橋ゾンビ、ちゃんまさ。誰か一人。サファリ勢、誰か。あと、ゾンビいないの、ゾンビ。はい、高橋、ゾンビ、ちゃんまさ。誰もいない。刺激、ゾンビって名前にすんのいいけど、そっち刺激で呼ばないと来ないんなら意味ねえじゃねえかお前持っといて。はい、 K1 だからなお前いつものはい、次、甲府ミーツ埼玉、カラスザンとヒアシンス、誰か一人。さあ、カラスさん来ましたね。これ予選で大暴れでしたね。はい、1枚引いて握って持っておいてください。隠しておいてくださいね。はい、チームに見せておいてください。はい、次行きましょう。はい、CYK、チュンリーユン県から国民を守る、国民守ると厚刈り村方コンバット一戦、誰か一人。一応正式に呼んでおいたわさあ、厚刈り、電密組とか倒して大暴れでしたね。はい、見せる、 K1 だからねみんな忘れるやつな。次、正義アット東京総本部、富永よもなみもら、誰か一人。富にいる、ちょっともうフラフラしてるけど大丈夫。もう眠い、もうちょいだから分かんない、まだ読み合いだから。そう、いつもの K1 だから握って持っといて。1個だけ、1個だけ2個引けって言ったことないでしょはい、持っといてね。はい、次、ノーサイドゲーム、ドット TM 信彦。さあ、ドットさんどうも。1枚引いて握って持っといてください。続いていきましょう。マッスルフルボディ、元気影一、志村けんこれはまあ元気でいいかな。はい、まあこのチーム結構キーポイントかもしれませんね、これね。はい、握って直っといてね。はい、はい、続いて F スポーツ元年、あの F がいないやつですね。富樫ルーデコイ、誰か一人。
さあ F からオーラル君も来てました。いやじゃあ富樫はい1枚握って持っといてと、うん、いつも通りです。 K1 方式です。はい続いてテイラーさんありがとう。ドマチーのヤックンチーム、あドマチさんじゃあ1人。さあドマチさんテイラーさんからガンガンオーラル君来てるんで追加を求めてちょっと頑張ってください。1枚引いて握って持っといてくださいね。はい続いていきましょう。マツケン護衛隊どっちか1人来ようか。じゃあ白黒か、あじゃあトミニーごめん後ろ通してあげて。白黒じゃあおいで。もうあんまりないけどね。はいこれ大事よ。カメラ映るかな。あ映ってるね。ちょっと暗いけど。さあ先ほどから実況手伝ってくれてます白黒が握って持っといてください。はい大丈夫です。で一旦ね2人ね、あの待ちにいともう相談しちゃっていいや。うんそこ一旦座りっぱじゃなくて大丈夫です。あのチームの作戦優先してください。で最後じゃねえな、スキア大井川店旦那コアッパトミー。さあコア2あと2枚だから2分1ですね。はい大丈夫です。でラス1がチャージ番犬 RX 国井甲春チーム。じゃあ国井さん、あバグリーム、まあ、どっちか一人。はいもう1枚しかないので、はい最後です。はい握って持っといてください。さあ14チーム引きました。これから呼ばれたチーム、くじの中に書いてある番号順に読んでいきます。呼ばれたカードを持っている番号、番号持っているチームは、壇上に集まってください。参りましょう。1番のカード持ってるチーム、さあ CYK、チュンリーユン県から国民を守ると厚刈り、厚刈り、村方コンバット一前。さあもうね16チームだとどうしようかって感じよね。さあ待つか春か。あのねそこね毎年春人いるんだけどもう絶対ダメだから、そうウィナーに書いたりあのもう貼ってあるやつをずらしたりとかは毎年誰かやってるからやめて。それもう開幕はねなんか待つか張りに行くか、ああまあ中間どころを選びましたと。さあ12番ですね。はいまずはまだ1個目貼りました。こんな感じで1枚ずつ貼っていきますので皆様、視聴者の皆様もドキドキしながら見ていてください。いきましょう。2番のカード、2番のカード誰。さあコアッパさんとこってことは、コアッパ旦那トミーチーム一番下だね。スキア大井川店。さあもう読み合い難しいですけどね。あちなみにここにちょっと分かりにくいんですけど残りのチームがいっぱい貼ってあります。まああんまり意味ないですけどね、貼られるかどうか。もう貼りに行くか待つか4択ですね。ただプレーオフも強いんだよなこれ。アブ KM チャコチームとヘボリュータロキチヒヤマチーム、そして今貼った厚刈り村方コンバットチームと対戦を望むか、もしくはどこかに貼って誰かが来るのを待つか。このあたりがですね、もう 4,5 枚貼ってくると非常に読み合いが深くなってきます。さあ貼りに行った左下滑り込みセーフアウト、アブケームチャコチームに当たりに行った旦那コアッパトミーチームですね。続いてまいりましょう。03 3番のカード持ってるチーム、さあ立ち上がったのは甲府ミーツ埼玉カラスザントヒアシンス。さあ楽しそうだね君たち。あんまりわちゃわちゃしないでもうほらよれてんだから。じゃあはい1番ね、1番ね、あこっちで貼る貼る貼る大丈夫。1番ね、もう一番大人が一番酔っ払ってんだよなめんどくせえ。はい次4番のカード、4番のカードだあれ、うちだータイタキングオブタイターズ2019。ちょっと読み合いです、ごめんなさいね。はい、うちら町を選択しました。5番ありがとう。さあ来てくれるチームはどなたか。
はい、次行きましょう。05さあ、ドマチーのヤックンチームだからどこだ。はい、テイラさんありがとう。さあ、どこに貼る。さあ、カラスさんとヒアシンシチーム、太平新たぬきチーム、アツガリムナカタコンバットチーム、ヘオリュウヒヤマタロキチチームに貼るか、もしくは待つか。さあ、このあたりから非常に選択肢が増えます。読み合いも増えます。1回戦ではなければ2回戦準決勝などの、読み合いも含まれた非常にやりがいのあるというか、ドキドキさせられる16チームの K1 トーナメントですね。後に残ったチームのことも、今貼られているチームのことも考えながらどこに貼るかを決めなきゃいけません。ここはもうある程度調光していただいて構いません。行った11番。さあ、厚がりもなかったコンバット CYK チュンリー運慶から国民を守ると、チュンリー来ちゃったね。国民を守っていただきましょう。続いてじゃあ6番どのチームだ。来たー、正義アット東京総本部。かなり本命に言おうね。いや、誰だ今本命来たって言ったの。本命じゃないから大穴だからこれ。はい、じゃあどうしますか。待つか張るか、今のところ4択ぐらいになるのかな。さあ、非常に難しいですねこれ。自分の立場だったらマジ迷うと思いますこれ。さあ、優勝候補と言われるこのチームでもこの状況はかなり微妙な状況。みやもちゃんは正座して見てるけど、いいの行かなくて。いいの任せる感じね。もう横でちょこんと座ってるけど。さあ、右側13番。さあ、街を選択した13番ですね。じゃあ続いていきましょう。6番のカード。あ、ごめんなさい、7番のカード。ザビってことは 08MS 招待。さあ、ザビ、後藤、杉山チーム。これチームメイトはいないの？大丈夫？ああ、もらう。さあ、どこ張りますか？杉山さんいない？杉山さん、大丈夫？まあ、決めてもいいけど。杉山さーん！ K1 張りだよ。いないかな？さっきまでいたけどね。さあ、待つか張るか。現在5択ぐらいかな。空いてるチームが4つあって、まだ空きも選択できます。あ、ちなみにこちらにまだ残ってるチームも見れるんで。さあ、右上街を選択しました。街を、はい、 OK です。続いていきましょう。8番のカード、8番のカード持ってるチームは、ゾンビってことは池袋お花畑でアマニアブラ。さあ、先ほどヒューゴ3をゾンビが大暴れして倒したところですね。早いね、右下行った。違うの？なんで？あ、今指さしたから。あ、じゃあ、はい。我に返ったね、今ね。さあ、残りがもう5択ぐらい。町もまだ一応選択できるけど、どうしようかって感じですね。これは難しいね。マジ難しいね。あ、ここにある。街もあるので、この中にどこかに被せられる可能性もあります。さあ、街を選択しないのであれば5択。右上行った。決定。OK。はい、OK です。じゃあ、08MS 招待との対戦になります。10番に入りました。続いて参りましょう。今が8番だから。9番。来たー、マッスルフルボディー。さあ、志村健元気かげっちチーム。志村健予選大活躍で抜けました。決勝トーナメントにシム2がいます。はい。なるほど。まあね、これね、勝った後次を考えなきゃいけないっていうのがこれ K1 の醍醐味です。ここは勝てない、ここは余裕なんだけど、ここが勝てないから左、
マジか左上か、どうする。さあどうする、左上か右下で悩んでいる模様。さあカラスさんとヒアシンスに当たるか、ヘボリュータロキチヒヤマに当たるか。いやっていうかね、ヘボリュータロキチヒヤマもう一回倒すの悪いから。さあ煽ってまいりました主催。これは先生左上に行った開幕ですね。さあ元気かげっち志村健2番に入りました。それでは行きましょう。10、残りが、5枚かな？そうですね。はい、10番のカード。さあ、国井さん来たので、チャージマン券。RX 国井、五春チーム。さあ、どうする？もうだいぶ煮詰まってきましたね、これね。待つ。さあ、待つかどうか。ちなみに、白黒のチームが残ってます。それは個別でやってください。金渡すとか渡さないとかは配信しないところでやっててください。一応残ってるのはここにあるんで、まだ見えますよ。あのね、ここが残ってるんですよ。ここが残ってるんで、ここもいるしここもいるんですよ。だ待つの怖いんですよねこれ。さあ甲州さんが切れております。まあ割とねこれね強いチームだいぶ残ってるんで、あ大丈夫、それはどっちでもいいわ、どっちかにして、ま待ちで3番待ちを選択しました。これで全埋まり、これから先は張りに行くだけ。じゃあ残り4チームいきましょう。11番F スポーツ元年、富樫ルーデコイチーム、どれだ。あ、いい、こっちだ、ある、こっちだ、ある。こっち、綺麗にこっちだ、ある。どこで左下、デコさん、2フレで俺のとこ貼ったけど、いいの ?4?4 いった。さあ、チャージバッケさあ、残り3つ続いていきましょう、12番上がってきたのはノーサイドゲーム、ドット TM のおぶひこチーム。さあどれだ。もうね、あー内とか6番来ました、キングオブタイタンズ2019度です。残り2枚、まだ白黒のとこ残ってます。15番、あ、違う、ごめんごめん、13番。さあクソ丸水産どっちだ、これ試されるね。さあどっち、上行く。さあ14番、正義あった東京総本部に張りに行って、横で太郎ちゃんがぶち切れる。そして引いた松健護衛隊14番ということで、正義サード勢の朝は早いと激突でます。さあ場内けんけんごうごうです。さあカメラこれ映ってますかね、カメラこれ映ってますかね。もうちょい引きましょう、ちょっと引きましょう。あ、足元引っかかってる、もうちょい引きます。あ、まあこれでいいや。はい、こちらの16チームとなりました。はい、こんな感じですね。左サイド開幕は1から8番の4試合を同時にやります。開幕は1から8の4試合を同時にやります。申し訳ないですが、さあ一回ちょっとカメラ抜いてもらいましょう。1から16、こんな組み合わせですね。さあ毎回思うところですが、非常に濃い16チームとなってます。
よろしいですかね。さあ申し訳ない、じゃあ一回ちょっと実況解説席戻しましょうか。二人ともちょっと座ってもらって、お邪魔しますが、白黒とマイケルさん14枚いたの、苦渋の話しますだって僕も昔ほらマッドキャッツチームと当たったりしたからダメですよ。苦渋僕は去年は MOV さんと当たって、その前の年は力丸さんと当たりましたから ね残念ながら K1 で一番面白くないね、この最後の番号のやつね。申し訳ねえんだけど、やっぱマツケンさんに引いていただいて、マツケンさんのせいにするべきでしたね。もうこれは安定の待ちにだったな本当。いや目の前でなんかヘボリューがピーピー言ってるんですけど、あ、もうあとは試合で見せてください。ヘボさんがお互いケンチュンチュンで完全五分だというというわけで、ちょっと決勝の準備をします。改めてですが、先ほどカメラで抜いたように、はい、1回戦は左側の4試合を用意どんであります。はい、2人ともあと1試合喋れる。あ、はい、全然大丈夫ですけど、はい、というわけでごめんなさい、決勝のところはちょっと、最初のところだけお手伝いいただこうと思います、はい、で、申し訳ない、一旦ちょっと現場の準備をしますので、ちょっとお知らせ等々もありますので、一旦皆様配信皆様は、お待ちください、ちょっとだけお時間頂戴します。よろしくお願いします。でごめんなさい、配信はちょっと場内カメラあたりいただければと思います。さあ決勝リーグということでございますが、はい、コメントでも、Where is MOV ってあるんですけどなんか予選落ちの模様ですね。ボスさんのところも、はい、それでは、1回戦準備します。はい、左側行きましょう。ゴーフミーツ埼玉 VS マッスルールボディが1番筐体、ステージの左側ですね。でチャージマンケンとは M スポーツ、待ってこれさ、白黒たちどれみたい。あ、組み合わせは、組み合わせ見れますか。すいません、ありがとうございます。あ、左側、上から4つ、上からは全部4つ前やっぱ大貫さんのとこ見たいですね。そうですね。じゃあ、抜きさんとこ、これ抜きさんのとこ何番状態なんだろう。3になってるんで、2と3入れ替えですか。あ、ですかね。でごめんなさい、ですね、1回戦の都合がありますので一時的に、フロアのロジアイ2セットは、申し訳ない、フリップ1回止めます。ごめんなさい、ちょっとだけご協力お願いします。3番筐体の抜きさんとこと TM さんところをちょっと見たいかなと。あ、OKです。はい、じゃあすいません、ちょっとおごられくんもらいます。ごめんなさい、すいません、カメラあーもらいますね。はい、ありがとうございます。それではおごられくん1個いきましょう。テイラーさんから今日3回目だなこれ。はい、ドマチーヌヤックン3人来てください今日3回目だねこれね。あ、ヒデさん来た、くっそ渋い顔してるけどいねえかな3人ともね、おごられくんもらう顔じゃないんだこれ。カメラこっちねはい、でもね、コメントは純粋ですね。決勝トーナメント頑張ってくださいと。はい、じゃあ一言ずつどうぞ。あれ、いや、待ってますから働きたいです一勝して勝ちたいです、はい、じゃあ一杯ずつも。はい、おごられくん終わりです。ごめんなさい。でごめんなさい、一旦ちょっと場内風景もう一回お願いします。ごめんなさい。さあ抜きさん見たいっていう声が多いですね。抜きさん見たい、抜き見たい と思って私抜きさんのところを指名してみました。仕事しました。はい、あとドットゲーム、ドットTM チーム前お願いします。2番筐体です。で3番筐体が3番筐体がチャージマンケンとFスポーツ、チャージマンケンとFスポーツ。はい、で4番がスキア大井川店と滑り込みセーフ、カッコアウト。
はい、各兄弟集まって対戦相手のじゃんけんして戦法を考えておいてください。で、すいません、うちのチームシーンタと抜きさん前へお願いします。開幕試合です。ポテトを、あ、うん、うん、あ、そういうやついや、なんか今まさかの参戦に林さん、あのバッチリ映ってたんで大人気でしたんでさあ、間もなく始まります決勝リーグ。はい、あ、すいません、決勝トーナメントですね、失礼しました。始まります。大丈夫です。あの会場のの試合とかももう今から皆さん全部見られる感じなので、もうすごい盛り上がりがやっぱあるかなと思いますけども。はい、うん、まあ、抜きさんもさっき TM さんとやりたくねみたいに言ってたんで、うん、ちょっと熱いのが見れるんじゃないかなと僕は期待しちゃいますよね。はい、3名4名集まってくださいね。タルさんが筐体係になってます。じゃんけんして先方申告などもろもろ進めてください、お願いします。で、あとうちのチームどこだ、シンタと抜きさんはすいません、はい、抜きさんとシンタいないかな。これあれですよ、あの、はい、抜きさんを見たいと見せかけてコメントしない人、みんなあの太平さんを待ってる人が多分同じぐらいいるんじゃないかなって僕は思ってますね。私も思います。やっぱそうですか。はい、多分みんな思ってますね。これは太平さんの試合前気合い入れに期待して、それなんですよ、あのワイプゲーを見たい、ゲーって言っちゃいましたけど、なんかまずメガネを取って何回か見たことあるんですけど、はい、すいません、スキー大井川店と滑り込みアウトセーフ4番筐体行ってください、お願いします。一番奥です、一番カウンターに近いところですね。あー、本当ですか。あー、なるほど。太平さん、まずメガネを取り、はい、祈り、はい、そしてかけるんですよね。うん、それが今回見れるっていうことでいいんですかね。ワイプ多分あると思うんで、あ、もしあのワイプなってなくてもしっかり実況して、そこも実況していこうかなと思って、あ、今メガネを取ってみたいな、かけたみたいな、頑張っていきます。みたいですね。そこから、はい、これ逆に何もせずにスタートしたら面白いですね。なんかお願いされてますが、さあ、あ、でも分かんないですよ、ちょっと同じことばっかりだと面白くねえなって言って、なんかあるかもしれないですよ。メガネを取って祈る前に何かあるか、祈った後何かするかもしれないんで、競合の何かが起こるかもですね。はい、帽子を取るかもしれないですね。むしろ取るためにかぶってるまである、ありますね。はい、むしろ取ってほしいまでありますね。いや、ワクワクしてきたな。大平さん、はい、そういうことなんですか。さあ、今大事な情報が入ってきました。大平さん寝坊したと、そして髪の毛をセットしていないとの情報が。あ、じゃあ甘え防止って感じ、なんかなんていうんですかね、ちょっと女の人で言うとこう化粧めんどくさいからちょっとマスクしちゃおうみたいな。あ、で帽子キャップかぶったみたいな、同じ感じなんですかね。あ、はい、いやー、ちょ、あ、はい、じゃあ一回抜けますかね。はい、これは今はもう抜けて、あ、はい、じゃあ白黒でした。あ、マイケルでした。一回ちょっと変わります。はい、大変さん変わります。はい、はい、日程が分かんない。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。予選全部終わりましたね。終わりましたね。決勝の準備も整いましたね、ということで、はいはい、皆さんお気づきでしょうかね。さあ、ちょっとね、お時間、決勝前にいただければと思いますが、そうですね、やっぱ皆さん今年のクーペレーションカップに関する情報をね、全然僕ら出さなかったので、はい、まあ、今回ちょっといろいろね、いろんなことを、まあ、
いろんなことがありましてね、まあメーカーさんの協力だったり、まああとはまあ会場問題っていうのもすごい大きかったですよね。本当に大きいです。だからほとんど今、まあ、オリンピックの時期に、はい、近づくにつれてイベントホールっていうのがほとんど借りられない状態になってきてて厳しいですね。そんな中でもやっぱりクーペを、まあ、やりたいなっていう気持ちはすごくあって、はい、ただちょっと日程がですねちょっと変更するという部分で、はい、まあ毎年別にねクーペレーションカップ自体は1月が定番だったわけではないんですけど、昔はね全然違ったりしましたもんね。11月にやったり7月にやったり5月にやったりとかですね、いろいろあったんですけど、はい、まあただここ5、6年ずっとね、まあ、1月でやってたんで、1月第2週、来週お正月の風物詩として皆さんにちょっと楽しんでもらってましたけど、そうそう、みんな、お正月じゃないかなっていう意見もあったと思うんですけどね、はい、まあ今回ちょっとある大きなイベントとまあコラボして一発やってみようかなということでね、はい、話の方決まったんで、あ、それじゃあちょっとこちらちょっと一旦ご覧ください。お願いします。弟場内の音が弟ちょっと待ってください。これ最初からやりましょう。ちょっと待ってください。はい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。みんな何もなかったよ。何もなかったはずよ。消してください、消してください。ちょっと待ってね、はいはい、放送元乗ってない、放送元乗ってない、乗ってない、乗ってない、ね、はい、タイムタイムタイム、はい、何もなかった。いいね、皆さん申し訳ない、ちょっと時間くださいね。大丈夫かな。まあまあまあ、こんなこんな放送事故じゃないですよ。全然大丈夫です。夏の時ですからね、はい、はいはいはい、準備大丈夫ですか。いけそうかな。ちょっと待って、確認してからやろう。ちょっと聞いてきますよ。じゃあちょっとこれ確認しよう、ね、はい、確認してきて。ちょっとスタッフに確認してもらってます今。まあ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 ね、まあ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 、まあ、さあお待ちくださいということで、僕はやっぱ継続してできることの方が大事だと思うんでね、はい、まあまあまあ、ちょっといろんなもんが流れた後にいろいろお話もできるかと思うので、まあもうちょっと、まあ、お前天下で捕まった話でもして つなげよ。そんなに時間かかんないでしょ多分。まあ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 そうですね、はい、この話長いんでね、ちょっと待ってください。確かにさっきおごられくん入りましたしね。天が絶対そんなメニューないでしょ。いやあれ裏メニュー誰だよ裏メニュー選べるやつはよ、マジでよ。はい、大丈夫そうですかね。オペタク大丈夫そうですかね。オペタク側もうちょっとだけね。まだ待ちで、まだ待ちです。じゃあ大平さん、ちょっとあれしてくださいよ、天下の話でも。待って、きちい、そんなにかかるの。いやでもね、まあ、ネタとはいえね、本当に持ってくる人がいると思わなかった。リアルな物質、まあ、あれダッチワイフ捕まったんですか。ちょっと待ってください。あれは大丈夫、あの炎症させるのやめてもらっていいですか。そうだ、言わない約束だった、やべ。ごめん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 。おごられくん来てる、おごられくん来てるんだよ。おごられくんちょっとやりましょう。おごられくんやりましょう。ちょっと待って、ちょっとみんなグラってごめんごめん。すいません、カメラお願いします。おごられくんの宅に。おいおい、マジかよ。申し訳ない、これ4回目だね。ドマチーヌヤッくん、おいで。4回目だよ、ドマチーヌヤッくんチーム。ヤッくん来たね。はい、ちょっとごめんなさいね。本日4回目のこのチームへのおごられくんが来ました。注文者は言わずもがなテイラーさんです。はい、めちゃくちゃな天丼してきたね。今度は唐揚げ1人1個ずつ、はい、決勝トーナメント頑張ってくださいと。はい、はい、簡単にもう一言言ってあげてください。はい、頑張ります。ありがとうございます。本当にはい早く来てください。その優しさが怖いです。はい、じゃあ1個ずつ持ってってください。丸くん一旦大丈夫です。いやでも本当ね、あれ大変捕まっちゃったんですよ。僕もびっくりしました本当に。ちょっと待ってください、いないとこで話すのやめてもらっていいですか。ごめんなさいごめんなさい。すぐそこだから。さあどうかな、どうかな、大丈夫かな。
あ、なんか画面が白くなっちゃってるらしいよ。あー、ちょっと配信上がホワイトアウトしちゃってる。配信の調整ですか。松尾さんがバカ殿みたいになってますけど大丈夫かなこれ。ライトの位置じゃないかな。あー、直った直った、よかったよかった。さあどうかな。まさかのこの下り。いやー、さあちょっとね、場内も暑いので。いや、これから決勝トーナメントでもっともっと暑くなるんですけどね。なかなかクーラー扇風機あるんですが、この暑さはちょっと止められないといった状況ですね。どうでしょうか。技術側どうかな。ニュートンのエアコンに慣れすぎた。そう、ニュートンはめちゃくちゃ効くんで。まあ寒いですよね、ニュートンは。イースクも別にエアコン効くんですけど、あの今日は150人ぐらい今関係者含めているので。じゃあ行けそうですかね。はい、じゃあすいません、とりあえずこちらをご覧くださいと。お願いします。というわけでなんですけど、はい、ちょっとですね、期間をですねまた変えて、はい、5月にやろうと思ってます。1月から5月に変わりました。ご覧の通りプレクーペが5月16日土曜日、そして第18回クーペレーションカップ5月17日の日曜日、こちら開催決定となりました。よろしくお願いします。しかもなんですけど、はい、今回東進祭と一緒にコラボするということで、はい、上にロゴいただいてますが、はい、センホールでは、まあ、ストリートファイター5ほか、はい、いろんなゲームの全国大会の決勝をやってます。はい、こちら、まあ、今年の3月にもありましたし、毎年もこれでやってますね、はい、東進祭、はい、東京ビッグサイト TFT ホールですね。で、500ホール、2日間使いまして、まあ、皆さん的にはほとんど変わらないんですけど、はい、まあ、5月16日、丸1日使いまして、プレクーペレーションカップ。はい、5月17日の日に、クーペレーションカップという風になっております。はい、下にありますが、東京ビッグサイト TFT ホール、クーペがお台場に帰ってくるという形になりますね。まあそうですね、場所的にはそうですね。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また期日が近くなりましたら詳細等出していきますが、まずは日程と、東進祭と、コラボしますという、お知らせですね。はい、はい、日程会場東進祭とコラボという大きなお知らせでした。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、2019の夏の陣ですね、はい、決勝トーナメントも、やっていきたいと思うので、先方の方は座っててください。お願いします。はい、というわけでですね、今年もクーペちょっと期間は変わっちゃうんですけど、あ、そうですね、ビートライブカップ閉鎖したんですけど、あれにまあちょっと似たような形にはなりますね。はい、ちょっと1月ね、まあもちろん日程にもよるんですけど、来れる来れない、普段1月だと来れなかった人が5月だと来れるっていう可能性出てきてると思うので、はい、はい、ちょっと先の話、いつもより告知、まあ開催までのスパンがすごくいつもの半年よりもっと長くなってますので、ぜひぜひ、来れる調整ができる方、今年以上例年以上のご参加、ご支援の方お待ちしております。皆様よろしくお願いいたします。あとやっぱりね、いろんなゲーム大会が見れるっていうのが、これはね間違いなく楽しいです。そうですね、クーペレーションカップ、はい、例えばまあ一次予選通過したよ、二次予選通過したよ、俺プレーオフだよってなって暇な時間ができちゃったとしても、はい、他のホール行けばいろいろやってるんでね。もう東進祭ってね、アーケードゲームのお祭りですからね、完全に、はい、はい、いろんなもんが見れて、正直サードプレイヤーはものすごくみんな楽しめるんじゃないかなと思ってます。そうですね、はい、はい、じゃあ準備の方できましたんで、はい、掛け声だけ僕がやります。お願いいたします。はい、2019夏の陣決勝トーナメント始めたいと思います。盛り上がっていきましょう。盛り上がっていきましょう。
はい、じゃあ実況を、マイケルと白黒にお願いします。じゃあスイッチ。あ、了解です。2番筐体を、カメラお願いします。さあ来ました、決勝トーナメント。テンポ来ましたよ、これみんな注目ですよ。あ、来ましたよ、来ました、始まってます、もうすでに。あ、かぶり直しました。さあさっき入った情報によると今日は寝坊してしまった太平さんが、これ今帽子が前から後ろに行った、あれはなんかあるんですか、メガネ取りませんよこれ、大丈夫ですか。これはさあ逆に、あ、来ました、来ました、しかしメガネ太平さん、あれ取らない、逆にやらない、お前にはメガネ外す必要ねえぞと。で前から後ろ行ったあれがちょっと気になりますが、さあ、まあ、見ていきましょう。いや新しかったですね、やっぱちょっと僕の読みが当たったんじゃないでしょうか。しかしユリアン同キャラ、たい平さんユリアン同キャラ結構自信あるらしいんですけど、あの2年ぐらい前にたい平さんにユリアンで入ったら勝ちました僕。見ていきましょう。ダメ、そういうことはダメです。 はい、本当事故ですよ、あのは。さあエクセントヘッドで返して5番スギアイジス、さあしゃが台からタックル、タックルはちょっと難しい、大パンタックル取っていく、お、すごいですね、うまい、かなり互角の勝負、これ刺さりますね、今確定したかったんですね、ですね、はい、それもちゃんと、さあ、張る前に張っていく、守りの、なんだと、しかしゲージ使ったんでないですよ、大丈夫でしょうか、太平さん、さあ、いい状況になってきた、お互いゲージ状況も、大パンチ。いや、こっからなんで、そう、大変さんが強いのに、はい、こっからなんですよ、そうなんですよ、2ラウンド目から強いってなんか聞いたこと、さあ投げられて、さあ、本人が一番びっくりしてる、あ、上掘り、うまい、さあ、クオロラッパーからのゲージは足りないが投げ返す、返すごい、しかし、うまい、ブロタックル、さあ、大変さんピンチ、割と生タックルってユリアン反撃が、あとパンチが見えてたがヘッドですかね、まあ、ちょっとヘッドミスですね、今のは、はい、逆に押して大、あ、大さん、これ同キャラ、大平さん、大さん、同キャラ、帽子、大さん、あ、大さん、大さん、大平さん、今ちょっとお尻浮きましたよ、今、大さん、嬉しそうですね、タイタって顔してますが、やはり、はい、メガネを取らなかったことが敗因でしたね、あーですね、帽子をちょっと入れ替えたところまでは良かったんですけど、さあ時報、時報座るのは、はい、中堅川ユリアン元井慎太さんですね。さあ中堅慎太さん、キャラは何に使うんだろう、誠かな、見てからやっぱ変えれるところがちょっと、何でも強い人の特権なので、ユンかな、ユリアンには誠じゃないですかね、誠ユンな気がしますよね、はい、ユリアン結構得意な感じがあるので、でも次も見ないといけないので、剣、あーっと、さあ新田剣でいくのか、残りが5期と9ですからね、そうですね、ちょっとその辺も考えて剣なんでしょうね、はい、やっぱ剣で倒した次も考えている新田さんなので、抜きさんとの話し合いの結果、さあ新田さん何でも強いので、ここで剣を選択した意味がちょっと見れたらいいなと思います、はい、ユリアンもやっぱ大山すごい多いんで、うん、慣れてるのが一番強いんじゃないかなと思いますね。少し上手いですユリアンが、結構通常だけで6割、これ結構流れとしてはかなり新田さん厳しい感じですね今ですね。ただ陣内を当ててそのまま画面端で新田ハウスを経営すればそのまま勝てる、はい、すいません、ちょっと、はい、あ、なるほど、はい、すいません、ちょっとつぼらせてしまいましたが、まあ、こんなことしてる間に新田さんも2本あるので、さあ立ち回りうまいですね、あ、大剣に踏み込み中パンで、あれ多分踏み込まないと円中パンになっちゃうんですよね、そこがすごくうまかったので、さあしっかりしゃがみガード、そして逃げる、逃げまくる、さあ経営できるのか、
シンタハウス。なんだかんだであのダメージも追い返していい形に、はい、2本もあるんで上り台系で対空時間が割と押してユリアンがちょっとやっぱやりづらそうですね。上りブロからうまい、うん、今多分シャガダイスフェアイジスとかをやりたかったと思うんですが結局巻き返す、結局経営は成功ということで、はい、経営成功しましたね今。さあ新田さん落ち着いてますねですね、うん、アクオララッパーから投げはここ今投げられちゃうとユリアンの時間が始まってしまうのでユリアンハウスですね逆に、はい、新田さんこれキャラ隊ですよ完全に。高いのを狙いに行くやってますね。うまいダイバーの大キック。ちょっと やることがないユリアンですが、しゃがみ中キック弱竜巻は中足の方をブロっても肘が入らないんですよね。竜巻の発生が早いのでワンブロ後ろ投げされない限りは竜巻の方が先にヒットするというキャラ体が見えましたね今、はい、やっぱり中足竜巻あれ一つだけでも。あー見てから集中してますね新田健素晴らしい。天下はユリアンですお間違いなく。あすいません失礼しました、はい、再編成立しました。そうなんですよ以前確か夏の陣でも同じようなことがあったので。あ本当ですか。すいませんでした。ここは厳密にちょっと天下ユリアン、はい、ユリアンさん、はい、多分自分も新田さんとか言ってますけど、すいませんすいません、しかしここで、まあ、取ったのはユリアンですね。そうですね。この一撃必殺でゲージを貯めて、はい、一気に放出するっていうのがすごくユリアンの狙いなんで、ですがそのおかげでやっぱちょっとゲージを使ってしまったので攻められない。あうまいな。迷いがないですね。ですね、はい、さあここは押していきたいが、さあ戦火はユリアン何者なんだこの剣の方は一体。確かにこんなうまい戦火はユリアンって言ってるけど相手の方がユリアンでこっちの方が剣です ですね。これ間違いなく、はい、これは刺さる。しかしチュースフィアが出なかったか。さあこっちは戦火はユリアン陣内勝て。これは表裏が見えないと死なないんですが痛い。うわ今裏かと思いました俺。表でしたね。表ですね。からのエースが出ないのか。埋めてこれ下風呂投げでちょっとやられるんですけど勝負手でしたね。今のは良かったですね。タエさんが頭を抱えて喜ぶ。さあ戦火はユリアンさん、はいはい、強いですね。何者なんでしょうか。そう全ては謎に包まれてますね、はい、落ち着いておりますこの感じ。さあ時報 TM 出ましたよ。 TM さんなんかもうかっこよすぎですねこの2人の絵が。イケメンしか今映っておりません。クーペの時も TM さんすごかったですよね。かっこよかったっすね。マコト5の本当にかっこいい。またちょっとイメージがガラッと変わったような感じですが、かっこいいのだけは変わってないという。さあ見ていきましょう。歩いてスラ投げ。 TM さんといえばやっぱこう、うん、割と攻める球って感じ。あダッシュ見て下ブロー。今の捕獲との結構読み合いがです、ね、一瞬見えましたね。さあスラ投げが早いし的確。さあ一つなんですね、SA が。Q はあっとすごい投げからの Q は結構ダブル昇竜が簡単に入ってしまうので、ですね、昇竜が入った以上は 100% 入ると言っても過言ではないぐらい入りやすいんで、入りやすいから、まあ、これまた、ただ戦火はユリアン、またちょっとこうのらりくらりというかあれですね、戦況をひっくり返していく感じがうまいですね。戦火はユリアン上りをああいい写真ちょっと歩きましたね今。しかも今 Q の飛びを見てからの上り X さつまきだったんで。さあ第2ラウンド投げはきちんと見えてますね。さあ Q が攻めていく。ゲージは早い反応が見てますね画面。あとカチリミス。これは昇竜かな。うん、お最大中大弱昇竜弱昇竜が確か最大だったと思います。陣内使わない方が1本使いましたね、はい、うん、まあ、でもゲージは余らせてるんで、まあ、さあまあ一般的にはねやっぱ剣がすごいいけるっていける組み合わせなので。でも戦火ユリアンさんが苦しそうですよね。ああ出ましたよ。確認しましたね今。
この確認制度なんですよね。人間なんですかねこれ。まあ、点数確認あっとこのダブル昇竜がこれは先ほど狙いに行った。すいません。瞬間はユリアンさんですね。はい、気をつけてください。すいません、すいません。はい。ちょっと自分でもちょっと旋回ユリアンさん。旋回もう新田さんにしましょうか。新田さん。一応今日は旋回ユリアンさんなので。いやもう新田さんにしましょう。新田さん。新田さん。はい、新田さんが勝って。まあ、大将。はい。大将これは。ドットさんの豪気ですね。ドットさん。これ予選で MOV さんを倒したというドットさん、ね、このためにやっぱ剣を選んだって言っても過言ではない感じはしますね。ですよね。9もいけて多分9は誠でもいけたと思うんですけど、豪気に多分照準合わせた感がありますよね。さあ大将中堅これ一応豪気が、まあ、きついらしいんですけど、竜巻とかにお仕置きできてからの話らしいので割と対策できないと豪気の火力が、うん、しかしバックステが鋭い。ここの見えないやっぱり2択が強いんだよね。ですね。これは豪気ちょっと豪気がちょっときつそうですね。まだありますよ体力がやっぱ。ああ裏に竜巻、しかし中竜なので一発足りない。あよナイスガードした今。うわあっと裏、さあわかんないよこれは。中足目となればですね。ただ豪気は触りに行きたいんですけど、あこれ届かないですね。空中クラブ狙った。あこれ豪気が強いんですが剣もやっていけるんで、あうわー豪気ストリートファイターでしたね。サードの神は、新田剣を味方にしましたね。新田ユリアンになってましたけど大丈夫ですか今。間違えましたね、はい、混乱しまくってますが、あーこれこれがきついですよね。ちょっと安い当たり方だったので。あ大パン、あこれは痛いが、あー中昇竜陣内。さあ戦火はユリアン3盾でしたね。すごいですね。あ新田さんです、間違いなく新田さんでしたね、はい、新田さんでしたね。さ、はい、さあ新田さんちょっとなんか嬉しそうですね。太平さんが一番嬉しそう。本当だ、おかしいな、太平さん何もしてないはずなんですけど。さあ一番筐体いいですか。あはい、大将 戦一番筐体は一番筐体大将戦です。元気神とカラスさんですね。元気さん対カラスチュンリーですね。はい、さあ、まあ、元気さん心理戦ほんとうまいから、はい、うまい。あコパン見せてからの EX。 さあしかしチュンリーもゲージあるので、そうですね、こうやってダメージを通りつつ回収しながらうまく戦う。今のは出なかったのか出さなかったのかですが、出さなかったかなとは思いますね。ですかね。でもこうなるとちょっとスタンチも絡んで、あしゃがんで待っている。え投げて、うわうまい。やはりあれでしたね、こうなるんですよね。一気にラッシュかけられるとちょっと確認を取りたいんですけども、はい、あそこ主催者の松田さんがおられましたよね、はい、あ確かに進みましたね、ま、ということは松田さん2回戦進出、2回戦進出ですね。あこれ優勝ありますよ。ありますね、はい、優勝がということで、で、あでも4番筐体はまだやってるんですか。さあ4番筐体やってますかね。あまだやってますね。4番筐体映せますかね。4番筐体映せますか。ああ今終わったとのことです、まあ、はい、そうですね、志村けんベスト8確定というところで、さあ次の、組み合わせが間もなく準備されますんで、今やっと決勝トーナメントを行ってます、はい、ごめんなさいちょっとだけ報告を、今ので勝ったチームがマッスルフルボディ、そしてその下がどっちだ、ごめんなさい、でキングオブタイターズ、滑り込みセーフアウト、あともう一個がちょっと見てきますが、
さあ2回戦行ったのは、はい、もう一個行ったのはチャージマン系の方ですね。あー、はい、そっちが行きましたか。さあそれでは B ブロック進みますよ。 B ブロックで申し訳ない、トクロと我々じゃないですか、実況解説チェンジです。我々じゃないですか、我々の出番です。あ、では、白黒マイケル挨拶してチェンジでお願いします。はい、じゃあすみません、はい、一戦というかあれでしたけど、白黒でした。はい、マイケルでした。お疲れ様でした。はい、頑張ります。はい、お疲れ様でした。2番はい。さあということで、まあ、この右側ブロックですけれども、はい、早尾さんと僕でやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。早尾です。まあね、ちょっと今僕が相方を決める権利があったんで誰にしようかなって感じだったんですけどもせっかく早尾がいたんでね、あの早尾に来てもらいました。ありがとうございます。何気に初めての組み合わせ。そうです、そうです、そうです。喋るのは実は初めての組み合わせなんで、ちょっと僕も面白いかなと思って、はい、皆さんもね多分早尾の話とかはすごい聞きたいと思うんで、早尾目線のそのプレイヤーとか、はい、これがこいつと強いんじゃないかとか、こいつが強いんじゃないかとか、こいつに注目したいというところをですね、はい、でちょっと今回、かなりいい感じにチームがばらけてるんで、はい、この右側の筐体に関しては、右側のそのブロックに関しては、ヤックンのチームが圧戦で、はい、ベスト16まで来ているというところで、ですね、ヤックンのチームと、あとは、そのヤックンに対するチームが、ちょっと待ってくださいね、ヤックンのところとコアッパのところかな、あ、違います、厚刈りのところですね。あ、だからさっきちょっとヒューゴーが多かったんで、はい、まあ、それもあってちょっと早尾さんに来ていただいたんですけれども、まあ、今回コンバット越前さんが、はい、ヒューゴーと、オロどっちも選べるっていう状況で、厚刈り君もエレナとヒューゴー両方とも選べるって感じなんですよね。出た時にまあ相手のキャラに合わせていくみたいな感じですね。なるほど。早尾的にはどうですか、その今回まあヒューゴーが2人出てくる可能性があるんですけれども、コンバットヒューゴーとかは、はい、こう愚かなキャラ替えでヒューゴーになってると思うんですけども、結構ねやり込んでるんですよね。あとね細かい反撃とか、はいはいはい、そういう知識面が、はいはいはい、僕より多いです。早尾より多い、はい、僕ただぐるぐる回せるだけなんで、まあ、ぐるぐる早尾言ってしまえばね相手が隙を見せた時にぐるぐる回してっていうところです。はい、それでは始まりましたんで、はい、では早速2筐体見ていきましょう。はい、はい、お早速コンバット越前とドマチ
そしてコンバットはオロ、オロですね、早尾がいるのに、コンバット9号の話はなかったことに、今だってコンバットあれだもん、早尾の方見て、あ、早尾座ってるなっつって早尾座ってるからオロで行くかって感じでしたよさあそのコンバットのヒューゴではなく、ではなくちょっと痩せたなこのヒューゴだいぶ痩せたな、まあ、あのねちょっとこのチームに僕らは負けてあの2位に落ちてしまったというところもあって、あ、まあ、先ほどコンバットは、ヒューゴだったんですけどもオロでここは来ます。なるほど、そうオロもかなりやり込んでるんでこれはちょっと見どころありますよ。まあ、あの当然このダットリーオロに関しては、はい、まあ、通説オロ有利だっていう声が聞こえてくるところなんですけれども、はい、実は結構あダットリーがいけなかないんじゃないかって、そうなんですよ、なんか一発の重さと結構オロのしゃがみ大パンチの強さ、はい、これです、ね、今ですね、そう、はい、これの噛み合いが結構ダットリーしんどいんじゃないかなとは思ってたんですけど、そのしゃがみ大パンちょっとね注目していきたいですね、画面端持ってってしまえばっていうところなんですけど、あ、確かにこうなるともうサードのキャラクター、はい、これで入れ替えですからね、でも、あーでも強いなこれ、あっと、さあ早尾さんダットリー有利なはずなんですけども、ダットリーが勝っております、よく見ている、ロマチダットリー後ろにはヤックがいるということで、後ろにはヤックンがいるという安心感がこの強さを引き出しているのかもしれませんね。そしてヤックンは仏のように、仏の菩薩4、はい、菩薩4ですね、もうちょっと寝転がったらサガットステージですね、はい、それ涅槃仏ですね。さあ負けてしまっている方はお通夜状態の大丈夫ですかねこれ、ちょっとこれ打ち倒して上がってきてるんですから、ちょっとしっかりしてください、本当に。木魚とかいりそうな感じですね。さあ、宗像が行きました。宗像さんもオロダットリーで、オロでいくのかな、まあ、ということは、やはりダットリーにはオロだろうというです、ね、はい、気持ちなんでしょうね。本当に中パンチからのね、野行魂のコンボが、ダットリーは非常に抜けにくいですもんね、これが入ると、本当に大変なことになります。さあ、仏のヤック見守る。ドマチが勝つか、それとも宗像がここで力強さを見せるのか。さあ先ほど早尾からしゃがみダイバーが非常に強いということで話がありましたが、もうこの立ち台系もやっぱりねスタンチは高いし減るし、そうですね、いかつい技がまオロ通常馬に揃っているんですけども、野行玉でこれがやはり、おっと、あとこれはガードフライだな、今のは幅ってなかった系ですか。そうですね、打撃と玉が重なってなかったのかなっていう、あ、しかし日輪賞のスタンチがでかいため、でかいですね、飛び道具でスタンするというオロ戦はよくこれが起こります。さあやはりオロを有利ということで間違いがないのか、それともドマチがここから、でも生き生きしてますよね、やはりドマチダットリー、ね、後ろにヤックンがいるという安心感は大きな力を与えるのかもしれません。ここで投げて弥生魂、これはダットリーはどう抜ける、さあガードして、あ、しかしこれは痛い、ループしそうな感じです。1個溜まってますからね、まずは1回、わあ頑張った、頑張ったですね頑張ったかまあ、ゲージがここで切れているので、まあ、2回で済んだというところです。そうですね、まだあるか、まだあるか、とコーククリーンにならなかったか、ここはうまくジャンプ攻撃から下段と宗像勝利で、これで中堅対決ですね。まあ、ちなみに残っているのはこの宗像のオロと、そして厚刈りはキャラ選択ができるんですけれども、はい、まあ、ヤックに対して、まあ、どのキャラを出すのかというところも、まあ、考えながら厚刈りは集中しなければいけない、さあそこに行くまでにはまずさんのチュンリーを倒していかないといけないと。でそしてここ出てくるのはチュンリーなんですけれども、やはりチュンリーオロ圧倒的チュンリー有利、これはもう間違いないことかと思うの で、 そ う、 です、ね、まあ、そういう意味では、まあ、この宗像は、かなり頑張らないといけないんですけれども、チュンリーを出せる状況にあるというダットリチュンリー言うんですからね。そうですね、これ約圧戦のくせにキャラはすげえ強い。あー中盤入ったから、あ、野行魂のコンボが、さあ裏表、これはしっかりガード。チュンリーにはちなみに、野行魂はハマるんですよ。ハマるはずです。ハマらない。いや結構ね、やりやすかったはずですよ。ハマるんですね。はい、じゃあ原子が溜まれば溜まるほどオロには可能性があると。ありますね。まあ一時期あのバナオが
まあ、竜よりもオロの方が中二戦いけるということで、はい、あのキャラを選べるんであれば、まあ、竜とオロを使い分けて中二に対してオロを出すと、うん、まあ、そういう作戦を取っていた時期もあります。そう、やっぱり一発のデカさっていうところが大きいでしょうね。竜、はい、ね、だと、まあ、ちょっと何回か読み合わないといけないんですけど、すね、オロだと一度中盤入ればゲージ次第ではもうそのまま終わってしまうっていうのが、読み合う回数が少なくて済むので、さあこれは出して初中キックは間に合わず、まあ、ここは無理はしない。この残ってるゲージを使って無理をせずダメージを奪っていく、まあ、このジャンプ中継との噛み合いがやっぱり悪いですからね、オロも。そうですね、これをしのぐ技はなかなかないですからね。あれがなかなかね長くて強いんですよね、はい。まあ、オロ側としてはブロッキングから、投げでダウン取りたいって感じですかね。あの空空対空に関しては、あーそうかもしれないですね。さあここはもう一本あるというので、こういう当然使うでしょう。ブロッキングした補正が切れて、あーっおっと EX 同士が噛み合って不思議な現象。でもスタンチの回復もここは意識している。投げてまだ知らないが、あっとさあまだ残っている。ゼロドット、あと中段から野行魂当たって、そこから繋がってコンボに行く。素晴らしい、まあ、キャラ層を覆した目長田。そしてここからがこのチームの本命ヤックン登場からが本当の戦いです。さあ、まあ2枚残りで宗像のオロとアズガリ2枚残した、まあ、残せたという形です、はい。まあ、ただユンオロもねかなりきつい、まあ、オロがかなりきついカードと言われてますから、ね、まあ、ただこの宗像オロの破壊力をもってすればいかにヤックンといえどというところでしょう。そうですね、油断すると即終わっちゃうことがあるんで、まずは原神1回目、あブロッキング投げてるのはオロ、うまいですね、いきますね。さあ投げてるのもオロ、いっていって、おおオニヤンマ当たって、さあこれはおー、池田からミオリキ強いって強気にいった。もうあれですね、やはりキャラ差が本人もあるということが分かっているので、はい、もうこれぐらいはやらないと勝てないと。そうですね、特にヒット確認できる下段がないので、もう決め打ちで当たるだろうと思ったら行く弾力が、はい、そうですね、生オリヤンマですからね、もうEXも使いたくないと。確かに鉄残光で割って、これはさすがに大きいダメージが入っていく。中足を潜っていった、ゲージ回収も、ゲージ回収がさあ EX が光っている。半分ですよ、矢尾さん、これ恐ろしいですね、はい、おっとこれはチャンス、お上手、うーこいカクカクとブロッキング取られたらこの体力一瞬にして溶ける可能性ありますからね。ですね、なかなかそう分かってるからボタンを押さないという感じですね。さあこれバックダッシュに対して鉄残光が当たった形になっている。からさあじりじりじり詰めていって、さあ投げて、ここからチャンスか、チャンスか、チャンスか、チャンスが来た、これはチャンスだ、宗像勝利、仏の役ここで散った、素晴らしい勝利宗像、強いですね。さあここで早尾さん、どうやらですね、はい、おごられくん入っているということなので、はい、カメラちょっとおごられくんに切り替えてもらいましょう。はい、お願いします。はい、じゃあおごられくん行きたいと思います。呼ばれ出してください。富永、よもだ、三村、友永、富永、あ、いた、ごめんね、はい、誰かにとっての正義は誰かにとっての悪、そういうことだぞ、コマさんからです。何言ってるかよく分かんないです。どういうことなんですかね、これね。俺も分かんねえよ。松田さんも分かんないこと俺も分かるわけないじゃないですか。じゃあどうも、とりあえずありがとう、ありがとうございます、コマさん、あざーす、正義は勝つから見てて。はい、じゃあ次行きます。コマさん、あ、これもヨモダとミモラに唐揚げですね。あ、富永もだ、あ、じゃあちょうどいいや、3人でもう一回唐揚げのお礼をしてくださいよ。ビールと唐揚げセット、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、いただきます、ごちそうです、ありがとうございます。
はい、じゃあ解説席戻します。はい、ごめんなさい、このマイク関係ないからそっちやっちゃってください、はい、じゃあ筐体、一番筐体移してください。お願いします。マッスルウルボディとチャージ番犬前に来てください。さ、一番筐体が、試合が進んでおります、はい。まあ、ちょっと何人目かがまだわからないんですが、これはゾンビ刺激の剣対ザビの合気になっております。はい、まあ、早さん当然、まあ、剣合気先ほどもちょっとありましたけれども、はい、対照戦、対照戦、なるほど、対照戦でザビ対刺激、まあ、かなりこれは剣が有利と言われているカードですから、はい、ですね。まあ、やっぱり合気の体力が少ないというのが一つの点でしょうね、はい、何か食らった時にめちゃくちゃ減っちゃうので。そうですね、まあ、今ちょっとちらっと出ましたけれども、この EX 殺撃が当たってしまうとかなりもう合気側は試合を覆せないぐらいの体力がやばいです。あれはもう殺人換気戦ですね、はいはい、すごい減りますからね。さあ、しかし刺激いい状況だったんですが、このザビの得意のバックジャンプ、まあ、バックジャンプバイブルと、バイブル、あ、バイブル、バイブル、バイブル、ノーマルバイブル飛ばれてしまった。宣教師、宣教布教活動が地上で、あれですからね、刺激は無神教みたいな感じじゃないですか。本当に、なるほど、邪神教無神教みたいな、神など信じるみたいな、無秩序、全ては運で決まるんだみたいな、無秩序みたいな、そういうところですからね。なるほど、教えを説いてもそれを分かってもらえなければ教えを説く意味もない。神に反する刺激が勝つか、あ、反している、神ザビが勝つのか。お、宣教したい、ザビは宣教したい、何かを教えたい、この波動拳バイブルで何かを伝えたいが、脱落点入学、宣教師、無神論者にさらきがとさあ、宣教活動はさあ、こういった、まあ、日々の行いで、まあ、神からの、加護を受けていると本人も言っておりました。なるほど、はい、日頃からの徳が大事ってことですね。そうですね。さあ、松田さんが試合です。ベスト8に行きました。これ実はですね、早尾さん、はい、元気一人で優勝まで可能性はあるんで、ありますよね。そうするとですね、はい、松田さんと影っちが優勝するとですね、はい、やっぱり e スポーツの話になってきますよね確かに夏の陣自分開催自分優勝はですね、僕は相当期待してるんですけれどもですね、いや、運営してるんだけどなんか優勝しちゃったみたいな。普段水曜日イースクで、はい、活動している影っちと、はい、夏の陣開催者主催者クーペレーションカップ主催者でもある松田さんが元気と一緒に組んでいるということなんですが、はい、二大進行、まだ二大進行、ベスト8、二大進行、どっちか選ぶ、皆さんどっちが見たいですかね。元気、ちょっと、あ、ちょっと聞いてみましょうか。元気松田さん影っちと国威RX、甲春、この試合か、もしくは、アブチャコ KM 対、どこになるかな、大貫さんかな、太平新たぬき、どっち見たいですか。悩むな。 RX 元気がやっぱりその対戦なんですよね。でもう一方は、アピールが、大変さんとこ、大変さんとこつまんないから俺らでいいよという松田さんの影っちから俺たちを映せと、そう、向こうつまんないからこっち映せと、まあ、アピールされましたからね。そうですね、これはさ、じゃあそっちに移していきましょうかね、はい、いきましょうか、はい、さあ、圧倒的にノリノリの元気率いる、元気率いるなんですかね、ですね、松田さんが率いるなんですかね、ですね、それとも影っちが、さあ、じゃあ松田さんのチーム見ていきましょう。先鋒戦は国威松田志村健と、志村健対国威健龍ですよ。はよさん、伝説 の, 伝説の昔健龍は五分とか言われてた試合もありました。あの健龍です、ちなみに圧倒的健有利です。そうですよね、はい、昔同義同キャラは龍は健にだけちょっといけるみたいな、なんか風潮が関東にはありまして、なるほど、18年前ぐらいにこの対戦カードはあったの。なるほど、いや、化石の対戦が今掘り起こされましたね。コケさんももう本当に闘撃第1回の頃からやってますから、はい、さあ、埼玉チーム、どう、埼玉チームどうしといっても過言ではないですからね。影っちはかつて岩槻にいましたし、元気は当然今も埼玉。さあ、志村けん、志村けんが志村けんがラッシュラッシュ、アイナッシュが繰り広げられております。志村けんのラッシュ、まあ、あの国威といえど志村けんは怖いと見えると、そりゃそうだと、志村、いい動きしてる、
志村志村志村が行った、まずは志村が行った、投げ志村、志村の投げ、あーもう上手、やり返していきます、これが国威の様式見、おー村当て、さあ冷静な志村、冷静な志村、ターゲット志村から中足志村、ターゲット志村からのあの中足志村ですね、あよさん、そうですね、これは伝説の相手の下段がお留守だと思いきや撃つという中足 EX 志村、完全に相手の強をつけに行った志村、かなりの志村が出ております今日、ね、さあ国威がやり返していく、なかなかここまでの志村が出ることはないんですけどね、そうですね、まあ、我々も数多くの志村見てきましたけども、今日の志村どうですか、かなり乗ってます、かなり乗っている、ボジョレーヌーボーぐらいの、ボジョレーヌーボー毎年更新している感じですね、熟成されてますからね、そうです、こう年々ここ数年で最高の志村です、はい、さあ若干の笑顔が見えているぞ、楽しんでプレーしている志村さあ、ゲージもかなりお互いいい感じに溜まっていって、そうですね、接戦の予想ですね、はい、使い切らずでもちょっとずつ溜めていってるっていう感じですね、お上手、確定反撃、パニッシュメント志村、かなりの裁きが行われているということで、おっと着手流、ダブル狙ってましたよ、ね、狙ってましたね、しっかりしてます、志村と加藤でやろうということでダブル勝利ですよ加藤なんですねさあしっかりお仕置きしている、あとこれは出なかったか、どうなる、どうなるんだ、どうなる、投げてディープシンディープシン昇竜拳かなりの接戦でしたね、いや今日一盛り上がったんじゃないですか、よさん面白かったっすね、いい試合でした、かなりの名シーンですよ今の、あのね、クーペ の PV で今のあってもおかしくないぐらいの、さあそしてカゲッチ2人目の運営座るのは2人目の運営の方ですね、さあミスター e スポーツその2が出てきましたね、その2が出てきましたねさあ最近職バレしたというミスター e スポーツカゲッチ、さあそしてこの男も息吹ではなくダッドリーで、はい、大パン大パンと国威の体力あっという間になくなっていく e スポーツ大パン、力強い、これが e スポーツだと、さあ e スポーツ大パン大パンスポーツ、さあ影地リード、ダートは今見てから攻撃が立ちましたね、立ちましたね、はい、素晴らしい、壊したけど大パン大パン e スポーツ大パンスポーツ、これが e スポーツ、さあそして、まあ藤原と影地といえばロケットアッパーと、はい、ロケットアッパー対新昇竜拳の対決になってみよう、さあこれは今日も、まあ、これ実はですね、予選の段階で、はい、志村けんと影地で2回戦は勝っているんです、あ、そうなんですね、元気出してないという、なるほど、運営だけで勝っちゃった、大大って大攻撃2回ですから、これがいつも判定の強い技を振る、いいですね、さあ国威は先ほどもここから巻き返しました、その力強さをここでも見せるか、ダートは見てからって勝ったと言います、さあなかなか丁寧な立ち回りになっている国威さん、見えないこれですね、年齢がかなり高年齢の勝負になっているので、中段関係はお互いやっぱ食らうんですよ、はい、お互いやっぱり中段は食らってしまうんで、だそういう意味では国威もですね、はい、ダートは立ちガードしているのはもう鼻から決めるって、僕は中段は立てないから立ちガードなんだと、なるほど、そしてロケットアップ、テクニカルだテクニカルだ、コンボを決めてミスター e スポーツガゲッチ更新、圧倒的な体力有利、さあどうする国威、さあ下がった、挑戦ディープゼロノットからブロッキング、さあ確定の投げてパン、これが e スポーツ、 e スポーツだ、カゲッチーズ e スポーツと本人も言っておりましたからね、いやすごいですね前期高齢者戦を制したのはカゲッチさんさあ中段立てない同士、さあありがたいですね、やはり今このパフォーマンスも含めまだ元気残してあと2人ですから、そうですね、2対2です、さあ甲春、ベテラン甲春が来ましたが、カゲッチ対甲春は恐らく相当対戦回数あるはずです、10年ぶり、さあなんか同窓会がここで行われていますね、はい、さあ普段セーラームーンをやり込んでいる甲春対普段は e スポーツをやり込んでいるカゲッチの対戦となりました、そうですね、規模の大きさでいうと e スポーツですね、そうですね、まあセーラームーンもある意味 e スポーツではあるんですけれども、確かに、さ
さあここは八景砲翼戦。さあここはまず甲州さんの e スポーツが決まって、そうですね、あー決まらない。そしてまた甲州も e スポーツと、そう投げが決まっている。まあ、投げはね、e スポーツの中ではジャックパンチとジャック系を同乗すると投げが出るというのは、もうカプコンのゲームはずっとそうですから、はい、そうですね、ストリートファイターに関してはね、はい、まあ、e スポーツの歴史ですこれが。確かに。さあ押し込んでいく、これがあっとショートスイング、クレバー、これが俺の e スポーツだと言わんばかりの激しい。スト5はユリアンを使っているが、このサードストライクに置いてはダットリー、このピンクのダットリー、それが激しい。もう今やりに行きましたね。飛んでんじゃねえと落としに、あーこれも飛んでない、あーこれやりに来た、あーバレてた、お前の e スポーツはバレてた。下ブロッキングからさあ超抑制。さあだがしかしあよさん十分な仕事をしましたね、十分な仕事しましたね、はい、さあ運営の次に出てくるのは最近キャサリンフルボディにハマっているキャサリンフルボディ元気、まあ、キャサリンフルボディを やり込んでいるのか、はい、それとも何か別の目的があってキャサリンをやっているのかちょっと私には言えませんがさあ元気頑張ってほしい、頑張ってほしい。さあ今日の元気はですね、早尾さん、はい、一味違いますよ、一味違いますね、あの強い方の元気です、強い方の元気、強い方の元気、まあ、一説によるとですね、元気は強い、はい、強いプレイヤーと組まない方がそのシーンの力が出ると。なるほど、はい、なぜかというとですね、試合回数が回ってくる可能性が非常に高いので、そういう意味では自分が目立ってるチャンスが非常に大きいと。なるほど、逆境タイプですね、はい、目立つ方、逆境丸ですね。さあそしてこの元気対甲州といえば、もうお前らララでやれよという感じなんですけど、そのララがないのでこの e スポーツスクエアでやってるんです。そうです、そして元気さんはチュンリー戦は割と得意だって言ってた。そうですね、まあ、でもアレックス対チュンリー、もちろんチュンリー有利の組み合わせなんですけれども、先ほど元気チュンリーに勝ってましたからね。さあこれをどうする元気、飛び交うチュンリーを落としていく、クイックスタンディングで若干後ろに戻るあたりがかなり厳しいですね。そうですね、そう、うわー突っ込んできたのに置いてた。さあそして片方、もう片方の試合では大西さんのチームが負けてしまったと。勝ったのは、アブチャコ KM が勝っているということで、3立て、剣で3立て、すごい、すごい。さあ生意気にも少し赤ブロ取ろうとしてました今絶対普段やらないのになるほど。さあ元気、実はうちのチームで残ってるのはこの元気だけなんです。あっとすっかりうまいですね今の、お上手ですね、老下さあうまく、うわー、決めた、ここは元気打ったでいい、今日は運がいいぞ、運がいいぞブロックのハイパイに恵まれている元気。さあこれで元気が勝つようなことがあるとですね、 RX まで倒せば、はい、志村けんかけんちベスト4が見えてきます。私と早尾さんが一番期待している主催者優勝がですね、そうですね、見えてきますよ。未だかつて多分ないじゃないですかね。そうですね夏のシーン主催者優勝はないので、そうそうそうさあ落としていく、かなり僕は個人的にはですね期待してます、これ元気の勝利に期待している。さあ押し込んでいく、押し込んでいく、まあ、今のガードジャック崩しなんですけど、攻守はフリープレイヤーなんでガードジャンプとか使ってないんであのどっちか、はい、なるほど、投げ突っ込んでいく、カードジャンプ、ガード落ちてますね攻守。さあヘッドバットは届かなかった、今のかわいそうですね、届かなかったね、大逆戦食らって、ま、さあここからさあここからアレックスはもう少し苦しい、さあ突っ込んでいった、かなり厳しい状況、振られて攻守下段ですよ今うわー空中くらい、まだあるまだあるぞ、まだある姿勢が低い、勝ったのは攻守、姿勢が低かった、いやかなり厳しいですねこれ、やっぱり改めて見ると、いや大変ですね、とと、とてつもない人気弾幕ですよ、ですね、このチームに対するこの応援が伝説散ったって、散ったもう伝説だったんだみたいな確かに痛い、さあかげっちさん、いやでもかげっちさんから徳良さんにうるせえの一言が入りました、苦言が出ましたねさあ
ここからは1台ですか。ま、まだもう1回、もう1回2試合で、はい。さあどっちを見ていきましょうか。これは先ほどの厚刈りチームとザビチーム、はい、それでいきましょう。マイケル、マイケルのところは、マイケル、白黒、マツケンと、はい、最強チームです。最強っすね。そして正義は、富永、よもだ、みもだと最強チームです。こっちも最強チームです。最強チーム同士の戦い、どっちの矛が勝つのか。やっとこれはあのベスト8にしてですね、はい、つわもの同士の戦いがやっと来ました。ねあの今までですね、はい、実は圧倒的な強いチームと強いチームっていう対戦が、はい、今回の夏の陣に関しては実はねほとんどなかったんですけれども、はい、今日初じゃないですかほぼあのトーナメントに入ってからは、はい、さあメンツ見てみましょう。もう一回左側マイケル、マイケルタン、そして、ザ・ウェイブ白黒、そしてマツケンとチュンディ、チュンディ剣ですね、はい、そして正義の方は富永、よもだ、みもだと、これまたすごいメンツが揃っております。まことまことダットリーですね、はい、キャラ的に見るとだいぶ親衛隊の方がそうですね、だいぶ守ってる感じがするんですけども、はい、守ってますね、はい、守ってますね。ほこほこと言いながらだいぶ盾ですけどね、どういう右と左なのか分かんないですけれども、あ、なんか正義って言いに来た人がいる。あの集中してください。あなた、集中してください。試合なんで集中筐体にちょっとあの監督冬木届き、はい。さあ、さあこれ先方戦から見ものですね。どちらが座るのか、ね、誰が座るのかです、ね、さあ富永さんをよもださんが回収して、でもこれですね、早野さん、はい、やっぱチュンリー、チュンリー剣なんで、はい、チュンリー出しやすいですよ。終わった、剣が座っている、出しやすいと言ったところに松剣対富永です。チュンリー2枚持ってんのに松剣ですよ。この矢先ですね、誰を守ってるんでしたっけ。呂布ですよこれ、呂布、呂布。さあいきなり呂布が出てくると呂布当人登場と。さあそして富永に対してよもだがやれやれと。今のよもださんの、はい、手下げて今手手の仕草見たと思うんですけど、こんな感じでやってましたけど、振り下ろしてましたね。そうですね、なんですかね、下ろしですかね、下ろし崩しに行けっていうサインでしょうかね、はいはい。さあ松剣対富永が始まりました。これまあ前回のマニアックスではあったんですけども、はい、まあ、松剣は本当にリスクを極端に減らして戦っていくプレイヤーですね。盤石に盤石に行く形ですよね、はい。で富永はですね、今のところかなりその術中にハマっている状態、そうですね、俺のここが通らねえっていう感じで、はい、実は勝利権、あっ、足、足、まだたまりませんかね、まだたまりません、たまった、たまりました。1回、2回、だがしかしゲージがないのでまだ死なない。行く先くぐって松剣先生、松剣先生、残殺換気扇飛んできた、4ヒット以上、とっても痛いダメージです。そうですね、今のはかなりもう松剣も狙いのもしっかりさらに見たという形でしょうか、ですね。投げて松剣、これは調子が非常に良さそうに見える。伊藤から草もジャンプで飛んで、富永さんも負けてはいない、歩行をぶっ込んでくる。そうですね、冷静な松剣、体力リードは富永だが、その差はじりじりと詰まっていく。壊し壊し壊し、ジーさん、あっとこれは石田なんじゃこりゃ、出なかったか、ちょっと辛草のモーションが今のはかなり危なかったですよ。危なかったですね、ちょっとグーひねってましたよ、はい、誠どうよけていく、はい、さあしゃがみ中盤、そして中足、当然陣内が全て仕込んであるでしょう。さあ辛草が決まって取り返す、扉がさあ5面と、この1ラウンド取られてしまったことに謝っているんでしょう。ファイナルラウンドエンゲージ、しゃがみ込まれて優位にとってバックジャンプライケルダメージとって何なんですかね。完全に辛くた怖くて上入れるだろうっていう読みですよね。まあでも富永もしっかりバックジャンプにしてるあたりが守備の意識が高いですね、はい、あーこれは先ほど当たっている EX タツマキ、さあこれは難しかった、もう一回と斜めクロス、ダメージ非常に大きいですね、大きいですね。中足波動陣内、中足波動陣内、まあ、やっぱりここ
抜かれたら王が死んでしまうということで、王本人が出ているということは三タレをするという意識表示です。そういうことですね。たまにはあの親衛隊に休暇を、ね、はい、休暇を与えてあげないとという王の意思が見られますね。はい、さあ、そしてヨモダが出てきますがですね。実はあやさんあの、はい、ニュートン10先でですね、はい、ヨモダ対マツケンというカードがありまして、はい、10対5ぐらいで、ね、ヨモダ勝ってるんです。おー、なるほど。そしてヨモダはですね、はい、長山に乗り込んできた弟子剣を返り討ちにしたという。おお、これはそしたら体験に関してはもう圧倒的な強さを誇っているヨモダ。剣戦にバランスの定評にある。そうですね、剣戦のヨモダといっては過言でないぐらい、そのぐらい剣戦にはまあ、勝率は高い勝率を取っている。まあ、本人も当然ね、毎回毎回勝てると思ってるわけじゃないと思うんですけども、はい、相当自信を持ってやっているんじゃないかと。さっきのはでも林さんのクロスで良かったんですよね。トサナミはダブルトサで良かったんですね。多分確かに。そうですね、はい、勝手のダメージを取りに行った、まあ、かなり大きいダメージがそこで入ったんで、はい、まあ、1回の読み合いで終わらせられる体力だったんで、あれはあれで良かったんじゃないでしょうか。あ、下風呂が冴えている。下風呂冴えてますね。助かって飛んできた。中盤中小流陣内トサの判断。さあ、ここはヨモダは、まあ、ヨモダは剣術2のタイプなので剣術対剣術の戦いなんですけれども、まあ、2人ともかなり意識が高いプレイヤー。カクカクとなって、うーこい、ブロッキングの気配をお互い察知してるんで、なかなか2バサでボタンを押すことがないですね。起き上がり最中剣速くて強い。そしてこれは削り切った。剣戦に定評のあるヨモダ、定評ありましたね。ありましたね。評判通りの剣戦の仕上がりでしたね。あれは単純にあの吹き上げが2回でもあのスタンしないんで、あのダブルトスの選択っていうか、あ、なるほどなるほど。空中ぐらいだったから吹き上げ入らない。どうなんですかね。はい、さあ、そしてマイケル対ヨモダ、これも非常に面白いカードですね。はい、お互いいけると思ってるんですよ。なるほど。お互いいけると思ってて、最近はですねマイケルさんが2連続ぐらいで勝ってるんですね。おお、なるほど。さあ、マイケル白黒が残っております。休暇を与えられたはずが出番が来ました。出番が来ました、はい、やっぱり休日出勤してっていうことで。あのチームマツケンはですね、有給とかのないんで、基本的には、あの観光調査の出なんで、あの急に呼ばれるのがデフォルト。さあ、マイケル、剣術に立ち回っていく。ヨモダも剣術なので、これ以上ダメージはもらわないでしょう。ここは冷静に立ち回って、うわ、歩きかに、なかなか豪快な読み合いですね。豪快な読み合いでしたね、今。こう今のも、あえてのカニ。さあ、ヨモダちょっと体力取り返さないといけないですからね。今無理を2回ぐらいしていったんですけども、まあ、ただあの無理を通して結局ゴムで終わってるというのは、まあ、精神が削られて終わった。3回目にして通した。通った。さあ、ダートに対してはイクスピングガード読み合いは速攻で拒否。おお、すごい。まあ、これカニ振る方も大変ですからね。そうですね、なかなか命がけ。木の神ですからね、これは。さあ、体力リードですよ、ヨモダ。移動投げが3点。リーデール取ってからの移動投げですからね、これは。カニ投げが。かなり厳しい。さあ、時間をかけて、マイケル球下がっている。下がっている。2、1、そこだ。どれだって。さあ、これはまずは今ちなみにゼロで、はい、ピタッと飛ばなかったですよね。そうです、タイムラグがやっぱりあるんですね、この辺ね。余裕がありましたね。さあ、2マックスです、マイケル。2マックスの準備は恐ろしいですね。まあ、とりあえずもうヨモダは何が何でも勝たなければいけない。そう。さあ、まずはマイケルか。この次の1本は使うか、使わない。まあ、当然今のはまだ殺しきれないということで、この1本大事に取ってある。まあ、当然1本ゲージを持ってる状態でたくるのと、はい、ゲージがない状態でたくるのと全然違いますからね。そうですね、あとはもう倒しきれるかどうかっていうのがとても大きいですね。さあ、あっという間にマイケルさんリード。投げてマイケル勝利。つらい。さあ、マイケルがヨモダに対してかなり最近勝率がいい、はい、そしてミモラ大将。まあ、前回もお
そらくマイケルにやられてマニアミスを渡したという形になっていたので、このマイケルはですね、このチームの前にはかなり立ち塞がっている回数が多い、かなり仕上がってきている感じがしますよね。結構いろんなところに遠征に行かれているので、もともとは熊本のプレイヤーなので、はい、九州勢との交流があり、そして関東に出て関東の、佐渡指も学び、はい、九州とこう東京で行ったり来たりで、まあ、あとは本人も、バンガリーガーですから人間成長という意味ではかなりもともと高い、はい、まあ、今前中継リードを取ってテンプで前ダッシュといったところだったんですけども、クラップではなくここもしっかり投げている、確定反撃の投げを入れているというところもマイケルさんしっかりしていっております。さあしゃがみがないの発見、これは大きい、やはり早尾さん、チンリー2枚というのはこういうことです、そうですね、こういうことですよ、こういうことですよ、おぼっちゃまくんみたいになってしまった、こういうことですよ、トクラさんがおぼっちゃまくんみたいに、ファイターズレディ2枚の盤石な。さあだがミモラという男はですね、やはりスペクタクルミモラですから、はい、何かを見せるという意味では舞台は揃ったと言えるかもしれません、ね、前に出て下がって前に出る、そしてスピードスターなんで ね、 そうですね、速いですね、本当にもう何が起こってるかわからないぐらいの速さになっているんで、僕としてはですね、この速さを本当にミモラ制御できているのかっていう、はい、確かに振り回されているんじゃないのかと思うんですけども、ここまではマイケル盤石、まあ、今のも下ブローはそこを塗りたくなるところですからね、これで気持ちが固まった、やはり気持ちを抑えて、うわー、当たりボタンを押さない、うわー、あー、唐草の思いを超えた、さあ、カセット手中線曲がって、さあ、こっからどうするんだ、今どうするんだ、あー、前大パンとシャーム中継、今、ダッシュ前大パンでしたけども、マイケルもよく中足売りましたよね、置いてましたね、投げ、さあ勝利はマイケルタン白黒マツケンです。さあこれでベスト4まで来たのかな、このチームは、ね、はい、まだ一番兄弟が、はい、一番兄弟やってみましょう、スイッチングの方お願いします。さあこれ状況はどうなっているでしょうか、ザビがこれはまた大将なんですか、ザビ対コンバットエッジ戦になっておりますが、はい、ちなみにこの豪気対オロはどうですか、はい、早さん、これもあと、難しい、大将が逆にコンバット一戦か大将みたいですね、あ、なるほど、ザビが中堅と、まあ、なかなか実はオロ対豪気って僕あんまり見ない感じですけど、どうなんですかねこれ早尾さんもちょっとなかなかね、なかなかないですよね、多分スタンチが短いからオロが有利かなみたいな、あ、これ入ってます、あ、これ痛いやつ、今のも全部取るつもりだったんですかね、でしょうね、はい、ここはザビさんが1ラウンド取って、まあ、これザビが勝てば終わりです、チゼンさんを追い詰めていく形になりました。さあザビの不況活動は続きます、投げて聖書をちぎっていく、あーっとこれもつながって壊し壊し壊し熱波ザンクーと見せかけて投げて最後はバイブル、バイブルからやはり書物で布教活動を終えるのか、早い終えた、早いザビ勝利で、さあどうなる、パフォーマンスあるのか、パフォーマンスあった、あった、ありました、ありました、ありました、あります、ザビのパフォーマンス、そんなにない、そんなにないあれはテーマは月です、あ、月ない、はい、なるほど、ルナ、そうですね、ルナザビさんですね、はい、さあ神への祈りを捧げ続けることでですね、やはり得るものも大きいということで、はい、ベスト4まで来ましたよ、すごいですね、今ちょっとザビさんかアルテミスかっていう感じでしたねさあ、こっからは一大進行と、はい、ここから一大進行になります、はい、じゃあチャージ番犬 と、滑り込みセーフがアウト前、チャコ太郎アブ KM チーム対 R アレックス国威光春、おお、光春さんいますか、光春さん、はいです、気がつけばやはりユリアンは多いですね、多いですね、やっぱり強いですよ、鏡はユリアンは本当に最近本当に多いですし強いですし、ちなみに早尾さん、はい、このゲームから、はい、キャラだけ使用禁止にできるとしたらどのキャラを使用禁止にしますか、僕、まあ、キャラのこともあっ
って、はいはい、誠かな誠ですか誠誠かな誠使用禁止ですか、はい、まあ僕はユリアンなんですけれども、あ、なるほど、そう、誠をやっぱり僕はちょっとしんどいかなって感じですね、まあ、そうですよね、はい、まあそれは当然あれですよね、マイケル親衛隊はじゃんけんだけしといてください、富永を意識してっていうあれもありますか、もうみんな強いですね、みんな強い、はい、誠使いは、まあでも西も東も強いですからね、強いですね、みんな速いです、はい、なんか速度が上がってる感じがするん で、 そうですね、止められないんですよね、かなりやっぱりね誠も速いですからね、はい、さあそして、まずは先方ゲームです、茶子太郎 KM 阿部チーム対、国井アレックス甲春、お、先方が決まったようですかね、茶子太郎対国井と、まあ、これかなり僕はこのチーム同士のこのチームの対戦はですね、はい、鍵になるのが、まあ、茶子太郎チームは阿部伊吹、まあ、そして、はい、アレックスチームの甲春が鍵を握るんじゃないかなと思うんですけども、はい、あのやっぱりこう茶子太郎のチームは阿部伊吹は相当強いんで、はい、あのまあ、かつてあのプレクーペでユンファイブ5タブと恐ろしいことしてるんですけど、恐ろしいですねそれ、はい、マジで恐ろしいです、その阿部がですねこのチーム大将をおそらく張るでしょう、まあ、そんな中で、まあ、やっぱ RX は伊吹や、ユリアかなりきついと思うので、はい、そこで甲州がしっかり勝てるかどうかというのが、まあ、かなり最終的な、重要なというところのカードの一つかなと思ってます、まあ、そしてこの先方戦これもまた重要なんですが、国井対茶子太郎というユリアンでスタートです、国井さんはおなじみの新勝龍拳、ね、まあ、この新勝龍が飛び出すのかどうかというところですね、鏡を越えたかったがちょっと引っかかった、さあ圧倒的ここまで体力リードは茶子太郎ユリアン、めくり鉄巻きお上手、 EX 続投突然飛んできた、やる感じの、そうですね、何をボサッと立っているのかとですね、得意のメッセージです、さあそしてケージが、さあこっちも突っ込んできた、投げてこれが決まる、まずはチャコ太郎1ラウンドですね、ダッシュをダッシュ中間を前で残ってタックル反撃と、中継ダメージをチクチクと蓄積させていくこのチャコ太郎ユリアン、画面端から逃がしたくない国井さんなんですけども、ちょっと牽制技とかが当たってなかなか気がつくと画面端で変わって、とっても厳しい時間が2度やってきます、出した、おっと、舞い上がった、わー、全部消えた、全部消えましたね、どうか交換、まだあるか、国技、まあ、ゲージがたまに座ります、半分たまりましたよ、うわー、ここで大パイヒット、チャゴトの勝利、止まれる波動だった、危なかったと、まあ、茶子太郎はですね、クラフトビール最近ハマってるんで、はい、あ、そうなんですね、おそらく今ちょっとちらっと飲んだのはビールなんじゃないかと思うんですけども、ビール大好きです、入った方が強い感じのプレイヤーですね、はい、まあ、どうなんですかね、そうは見えないんですけどさあここでユリアンということで、ユリアン大好き甲州さんがいきます、やっぱりユリアンの一発があると言ってもなかなかそこまでチュンディの守りをくぐっていくのは大変だろうという、そうですね、まあ、本州本当にユリアン戦うまいんで、うん、今日も、ルーユリアン倒してると、おお、相当仕上がってます、そうですね、まあ、今ユリアン使いの中でも日本で一番強いんじゃないかという可能性もあるユリアンですよね、はい、相当ルーさんも盤石ですからね、あれでいいかユーカーみたいな、はい、まあ、そんな流れですからね、そういう意味ではその最強の一角でユリアンを先ほど倒しているこの甲州、茶子太郎に対してはどのようなプレーを見せていくのか、そして茶子太郎はこの甲州チュンリーまで倒すようなことがあるとですね、はい、RX に対して3枚でいけると、そうですね、総力戦でいけるんで、これはかなり大きなアドバンテージになりますね、さあここは茶子太郎優勢、最後はテリプル、茶子太郎優勢です、押していってますね、さあブツブツ何年かつぶやいてましたけれども、林さん、ああいう時ってこの選手は何どんなことつぶやいてるんですか、なんか自分をこう確認する何かを、俺はいける、俺はいけるみたいなとか、本当に相手への怒りをこう言っているのか、人にもよると思うんですけれども、
どうなんですかね、僕のか逃げちゃダメな、逃げちゃダメなとかですかね。それは多分あると思います。 ありますかね。あると思います。僕の場合はなんかどのカメラ映ってるかなみたいな感じなんですけど。さあ、コウシュンが、得意のユニアセで爆死しそうな決定。爆死しちゃった。爆死してしまいました。さあ、これで RX 一人舞台一人用、ま、だけどですね、はよさん、はい、RX といえば、はい、2007年の闘技においてですね、決勝まで行っているんですが、はい、ほぼ一人の力で行ってます。その時はRX、杉山のしひかりというチームだったんですけれども、はい、杉山ゼロ勝ということで、杉山さんゼロ勝、のしひかりはそんなにおそらく勝ってないと思うので、あのほぼ RX だけで優勝、あ、準優勝しているという、はい、その RX がなんとですね、前回のマニアックス、はい、降りました。そして前々回のマニアックス、はい、降りました。おこれがですね、毎回毎回アレックスさんたまたま来られたの、はい、まあ、非常に運がよくたまたま時間があったんで来ていると言っているんですけれども、はい、どう考えてもこの夏のチームに対して仕上げのためにマニアックス2回出たとしか思えないようなですねなるほど、スケジュール組んでるんですよ。なるほどね。スケジュール的に運がいいと言っているけど、そうですね、もうかかったような。そしてですね、やはりそのアレックスですね、毎回毎回動きが良くなってるんですよ。だいぶ仕上がってますね。さあ、アレックスあっという間にこのユリアン同期がこの1ラウンド制しております。さすがにユリアン使ってるだけあって、相手のユリアン対策もしっかりしているという感じですよね。さあ、今度はチャゴタをやり返していく。ここで1枚目使って、タイムヘッドで浮いてお安く済ませる、はい、おっとー、これはスーパーチャンスですね。あっとー、まあスーパーチャンス継続です、ね、継続確変、今のも勝ち上げを、おっとこれは出るのか、まだ出ないか、まだ出ないか、出るのか、出た、出ますかね、出ますか、出ますね、出ますね、これは出るか、出るのか、出ますね、出るのか、出ませんでしたね、出ません、出ませんでしたね。ゲージだけ使って死んじゃいましたね、これは。ちょっとゲージ放出しすぎ、予告演出は良かったですけどね、はい、そうですね、かなり激アツだったんですけども、はい、下目の大ファン。さあ、ゲージはアレックスの方が若干リード。おっと、これはこれはレッツムービータイムか、まずシンプルに行くか、シンプルに行くのか、シンプルに行かない、まずムービータイム、2枚目が、2枚目が、まあ、今のは違う、皆さん、はい、ちょっとミスっちゃったんですかね、多分ミスじゃないですか。赤手をから投げて見せる、 RX が見せる、うんうんうんと、うんうんうん、はい、これこれこういうのでいいんだよ。さあ、今あの左手でメガネ直したじゃないですか、はい、これあの薬指に結婚指もあるんですよ。はい、なるほど、それをアピールして、アピールして、はい、そういったね、家族への愛も忘れておりません、ね、アレックス。さあ、そして出てきましたアブ、まあ、かなりこのね、イブキユリアンが正直ユリアン側はかなり辛いんじゃないかと。相当きついですね、はい、まあ、あの大阪にもですね、あの、はい、かつて松下イブキという、はい、イブキがありましたけれども、はい、まあ、ユリアンが逆にアベユリアンじゃないですか。そうですね、ユリアンあんまりいないんですよね、あんまりいないですね、大阪には。はい、まあ、でもそんなね、大阪でもそういったカードもおそらく見られたんじゃないかと。はい、イブキ対ユリアン、まあ、関東ではよく見る光景なんですけども、やはりユリアン側はですね、かなりきついと言っております。そうね、はい、固めに 入られた時にユリアンが切り返す技が少ないっていうのが、そうですね、辛い部分の一つかなとは思います。まあ、当然、まあ、いびきが体力はそんなに多くないので、はい、まあ、1回例えば飛び込みジャンプ台形を食らってしまうだとか、はい、まあ、立ちライバー今のようにしゃがみぐらいするとですね、大変なダメージがいい部屋に入るんですけど、はい、なかなかこう連打のきっかけはつかみにくいですよね。そうですね。さあ、ここは活躍しっかり当たって、すごい減ってる、すごい減ってる、やったどっちが有利かちょっと分かんない状況でしたけども、はい、投げたのはアブさん。ナウ追い込まれた。まあ、地元に比嘉伊吹がかつておりましたので、はい、まあ、本人伊吹さんはかなりやってはいるとは思うんですよね。でそして、アブの方はチームメイトにもチャコ太郎がいるということで、こちらもやはりユリアンさんはかなりやっているんじゃないかと。お互い伊吹ユリアンの対戦というのはすごく煮詰めている可能性があります。あっと、ここはアブの連打、おっと始まるか、始まると一旦切ってないが、うわー、始めた、始めている、下ブロ、どうなる、最初にいく、かか
髪がちょうど切れた。さあこれで加瀬先2本ありますよ。おわー、先読みジャンプ中パンチ置いてきた。まあ当然負けるわけにいかないですから、アレックスも今必死のしゃがみジャンプ中パンチでしたね。ですね、もう垂直するだろうという感じの動きでしたね、はい、赤ブロー、これはどうだ。さあターゲット確定反撃して、ここもマイルロック。さあっという間に体力もう6割減らされている。アブの力強さ、お上手。やはり攻心があそこにちょっと崩れてしまったのが、まあ、アレックスチームとしてはかなりきついものがあったんでしょう、ね、まあ、だそれにしてもですね、アブの動き素晴らしいものがありました。すごいですね、あの、はい、最初の鏡張った時に、はい、アレックスさんがやっぱり鏡が残っているから、はい、タチチューパンとかで鏡に押し込みたいっていうところをしっかりブロッキング取っていって、はい、最後も、はい、もうちょっと間が空いたから、はい、ボタンを押して話したいかなっていうところも取っていったんで、なかなかブロッキング入れるタイミングが秀逸でした ね。さあ最強チームの登場です。さあ新鋭隊、はい、新鋭隊と、杉山チーム、あー、ビッグワンですね、ザビー後藤、ザビー後藤誰だっけ、杉山、はい、まあ、これでですね、実は邪悪なユリアンもチャコ太郎1枚になりましたけれども、はい、あの杉山さんが最近ですね、はい、あのルーは、ユリアンに魂を売った男だと売った、はい、なるほど言っておりましたけれども、はい、そのぐらいやっぱりユリアンは強いキャラだということをですね、あの僕はこの配信を使って世に知らしめたいんですが、なるほどさあ見てみましょう。トーナメントが出ましたけれども、ね、残っているのはまずは滑り込みセーフが、これは決勝進出ということですかね。ですね、アブ KM チャコ太郎決勝進出、そして、もう一個の決勝を決める戦いが今から始まりますが、後藤杉山ザビ対、マイケル松健ザウェイブ白黒とですね、招待対護衛隊ですね。そうですね、はい、ど先方戦はマイケルタンマイケル対ザビ、はい、ザビさん、はい、ほう、ここでさっき言ってたチュンリー2枚の1枚が効果的に使ってくる、ね、これがやっぱりあの相手ネクロ豪気、ね、ダットリーと、はい、まあ、それに対して誰を出す、当然チュンリーだろう、チュンリーでしょうね、もう迷う要素がないという感じですね、はい、2枚あるし、はい、いう感じでしょうね。あとこれですね、あの3人の体重差もですね、かなりあります。ザビチームはですね、今ザビが座ってるんですけど、ね、はい、かなり体重重量級なんで、あ、なるほど。そしてですね、杉山さんもあのラーメン大とジロー食いすぎて絶賛増量中です。なるほど。そして後藤はもともと増量中です。あの揚げ揚げですね、はい、だいぶ体重差がね、護衛隊対揚げ揚げチーム、そうですね、機動力は間違いなく、この護衛隊の方がありますので、はい、キャラ的な機動力は攻撃の方が、そうですね、キャラ的な、はい、あの機動力は攻撃の方がというところなんですが、前ブロからしゃがみ台系5番、ここで速攻で使っていく中足力、ジャッキ落として、まあ、今の当然素晴らしい判断ですね、中足だけで使ってると死んでいる可能性まであります。そうですね、ちゃんとフォローの100レッジ、そして大系稼働当初だったら多分今のブロッキングうわーってなってるところがですね、はい、あまりにも結構このマイケルそのぐらいを当然やれるということで、はい、あまり驚きがないんですよ。それこれが普通になってるというのがノサードの進化とも言えるんじゃないかと、贅沢な話ですよね、はい、あったー、これはバーン、あるか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 、あっちゃった、あるか、ある今日活動続く続く続くありますね、これはありますね、もう絶対今のは流れないでしょうと思ったんですけれども、とどめに来たジャンプ中キックをブロッキングじゃない、竜巻でやってから流れが変わりましたね。足の先駆、これはお仕置き届かず、この竜巻が先ほどからきっかけになっている不況を開いていくのか、投げて投げて、あるか、あるこれ当たりますね、当たります、足をどうするか、あっと今投げられたくないという気持ちで立ち上がりだったんですけれども、小足当たってハッケーに切り替えたかもしれませんね、マイケルさん立ち下がってるぞと、投げではなくハッケーととっさに切り替えした可能性まであります。さあ最終ラウンド1本ゲージが溜まっている、
再検討の準備。北さんはちょっと安全に空中でゲージを貯めながら様子見で、はい、旬の隙で畳みかける。ジローがああいう動き得意だったんですけども、はい、それを本質とさせるような動きです。ジローさんの面影が、はい、そうですね。心なしか道着の色も青っぽく。そうですね。ザビアの堅実なプレースタイルなんですけども、やるときはやってくると、ああ怖いぞ怖いぞ。局面です。局面ですね。さあ、この距離が開いて、あ、読み合う。ゲージが2本溜まっている瞬間に対して、うわぁ、じわじわと、しかしまだじわじわと来るぞ。まだあるぞ。大パンチ。しゃがみまでた。びっくりしているわ、白黒。何が起こったんだ。びっくりしている、マイケル。ただ勝っていると。フレーメン現象のような白黒。何をやっているの。何をした。両目の太陽ですからね、あれは。何を。両目の太陽、バッ、ダメだと。両目の太陽はダメだと。ブブー勝ったからいいじゃんっていうマイケルさんの表情です ね。いや別にいいみたいな。そしてザビはもうなかったことになってますね。今の試合はもうザビの中ではなかったことになってます。さあ、そしてチュンリー戦といえば実は杉山だと思っているんですけれども、後藤が先に行ったということは、後藤チュンリー戦にはかなり自信があるんでしょう。あの、杉山さんはですね、あのチュンリー大好きなはずです。杉山さん結構得意ですよね。さあ、この後藤もダットリーもですね、南浦はビッグアンドダットリーなんですが、はい、あのかなりクーベでも前回活躍して、はい、もうダットリー一軍に入れるかもしれないと、そんな噂も聞こえてきます。なるほど。あの黒人が次にオファーをしようとしている男はこの後藤なんじゃないかと、おそんな噂も聞こえてきます。さあ、後藤なかなか力強い攻めを、あっという間に半分になりました。DX ショートスイング。あー、やってきた。やってくるぞ、このラッタリーは。このラッタリーはやってくるぞ。南浦からの使者後藤ラッタリー。やってくる度合いもなかなか素晴らしいですね。確認するのも非常に素晴らしい。まあ、ゲージがない、相手のゲージがないのを見越して、まあ、自分のゲージがないということもあるんでしょうけど、はい、確かに。さあ、これは勝ち点下がったと思いますね。秋を消費していきますね。さあ、ゲージが溜まります。まあ、ゲージが溜まりきってしまうと、やはりこのダットリーが非常にまあ動きづらくなってくると。そうですね。さあ、ここからがなかなかダットリーが大変な局面になるのではないでしょうか。ダットリー対チュンリー、黒人も見ているかもしれない。あっと、これは確定反撃になっている。ハッケホルグ。さあ、ゲージがないうちに決めたいですね。そうですね。くぐって、さあ、ハサンのおまけ突き通って、そしてこのハサンが当たるとですね、ゲージが取り返しされ る。ブロッキング、しゃがみ台形、これでゲージが溜まってしまう。しっかりしている。マイケルに立て。そして白黒から今多分かなり褒めてもらえるとマイケルと思ったら、はい、説明入ったんであれおかしいなと。おかしいな、まだないで、まだ褒めてもらえないですね。出れないのっていう感じですけども、はい、さあ、杉山です。杉山ネクロ、男を見せる時が来た。中二戦はうまいです、杉山。まずはしゃがんでアイパン。まあ、もはやさん当然、はい、何の期待も杉山には当然我々はできないんですけれども、できないんですけれども、杉山が画面端に持っていった時はですね、はい、ぜひ皆さんにも期待してもらいたい。しかし中央でも期待ができますね。期待ができる。呼んでいるぞ杉山。杉山レクロがもう赤いゲージを、相手の赤いゲージ、あー杉山レクロ、お上手。期待ができる男、杉山。チュンリー戦の杉山、さすがですね。さすがですね。どこでも期待ができますね。さあ、あの二人よりも先に杉山が出ればよかったんじゃないかと思うぐらいの杉山のこの力強さ。チュンリー戦がうまい。うまいですね。しゃがみ中キックを効果的に使っている。これはもう相手の心の隙間ついていった。EX スイングワード使っていきます。たまらず切り返していく。ドリル、ドリル。ゲージがない、打ち打つぞと、打つぞ、ゲージが溜まっても打つぞと、
前ダッシュに対して八景、これ非常にいい判断。置いていた。お上手。おそらくさっき下部の取りに行ったんですかね、杉山さん。試合を決めに行ってましたよね。あのコパン差し込みがですね、杉山さんめちゃくちゃうまいんですよ。それが出れば、あるいはというところ杉山。投げは確定している可能性がある。ドリル。あっとジャンプ台剣に対してチュンリーに当たりにくいんですよね、あれ。再テイクですからね。はい、エレクトリック何も出していないのでガードができる。スネークワングもこれはしっかりガードし、あっと歩きブロッキング。ドリルで、ドリルで。さ、読み合う。ドリル。まあ、まだまだ削らなければいけない。大変なコンボになった。あーっと最後はリープ勝ったのはマイケルタン。決勝進出。護衛しました。護衛できてますね。マツケン何もしてないですからね、この試合。確かに。マツケンは見てるだけ。護衛隊の。マツケンは守られているだけ。守られている。マツケンは富永に勝っただけ。だけ。だけの強打がすごいですね。マツケンは今のところ富永に勝っただけです。はい、それでは勝ったチームはそのまま残ってください。ゼロ、あれだ。滑り込みセーフアウト前。さあ早尾さん、これで決勝まで来ました、はい、ついに長い長い夏の陣も、はい、ついに決勝です。そうですね、もう朝 10時ぐらいからね、もう皆さん当日エントリーの方も頑張ってまして、はい、したいのでこの後に前に来てください。3人ともお昼は食べたんですか、早尾さん。お昼唐揚げをいただきました。あ、ここで唐揚げを食べて、はい、唐揚げいっぱい食べました、はい、これで本当にありがとうございます。申し訳ない、3人ともちょっとごちそうさまです。でも早尾さんもあれですか、やっぱりこの年になって、はい、やっぱりだんだんこの体の状態をキープするっていうのは難しくなってきましたか。いや、それが意外とバッチリ全然調整できてる。シックスパック。ああ、本当ですか。維持してます。いや、私と一緒ですね。奇遇ですね、本当に。奇遇ですね。あのだいぶあのね、お互いあの、ね、私あのワンパックって言われてますけど。大関かよっていう感じですけどね。はい、わかりました。はい。あの NG が出なかったみたいなので、はい、このまま我々二人で、はい、決勝よろしくお願いいたします。さあ注目です、この決勝。はい、あ、じゃあカメラもらっていいですか、はい、決勝戦の前には、コメント全員にもらいましょうね。はい、じゃあ決勝戦前なんで、名前と一言全員じゃあお願いします。あ、マツケンです。去年白黒さんと、組ませていただいて準優勝に終わって、今年もう一回をありがたいことにお誘いいただいてですね、まあ役割的にあの、まあ、要所でその特定の人を倒すっていう、まあ、最近あのトミニーを優勝させないためだけに存在しているような感じになっているので、まああの最後まで護衛してもらいつつ自分もちょっと頑張って、はい、ぜひ今年は頑張って優勝したいと思います。よろしくお願いします。はい、マツケン護衛隊の白黒です。護衛隊とか言ってこうマツケンさん先方とかガンガン出してますけど、ちょっとまだ1回しか、マイケルタンがちょっと強すぎてまだ1回しか出てないので、ちょっとこうチーム総力で勝っていけたらなと思います。ちょっと仕事を護衛したいなと思います。よろしくお願いします。マツケン護衛隊のマイケルです。白黒さんから教えていただいたことを、見せれたらいいなと思うので頑張ります。相模ライパンはしません。はい、じゃあ決勝対戦相手で、ね、じゃあどっちから行こうか。ゲームから。はい、ゲームです。今回チームメイトがですね、すごい堅実な方たちばっかりで、2人とも頼りになると思ってるんで、2人に頼って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こんにちは、アブです。今回ちょっと2日ぐらい前に急にオファーを受けて参加することになったんですけど、まあ、あの2人とも強いキャラクターとマンパワーを持ってるんで、2人に頼って優勝したいと思います。よろしくお願いします。あ、チャコです。チームメイトが強くてここまで来れました。あの夏の陣 の, あの決勝戦に来れたのすごく久しぶりなんで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
まあじゃあ筐体の方準備してください。あ、じゃんけん終わってます？あ、これからか。じゃあお願いします。これはでもね、あ、いいっすよ、じゃんけん。じゃあ KM アブチャコチームがコンパネセレクト 1P 選びましたね。まあでもイブキユリアンケン対、チュンリーチュンリーケンと、まあ若干白黒マイケルの方がヒールっぽい感じにはなりますね、キャラ的に。はい、じゃあ調光してるんで解説席お願いします。はい、はい。まあ、先方はもうこの決勝なんで時間をかけてゆっくり選んで、いただくということで、ね。まあ、あの面白かったのはですね、ハズさん、はい、チャコ太郎チームはですね、とりあえずあの誰一人として自分の力で勝つ気はないと確かに誰かが服の街とそんな感じでしたけど、みんななんか服の袖を掴んでる感じでしたね、はい、そうですね、対する、白黒チームはですね、とりあえずもうこの多分決勝に関してはマツケンを守りきるのがコンセプトなんじゃないかなと、はい、思いますけれども、まあ、先方長考という形ですがです、ね。まあね、やはり上がってきたなというチームですね、このチュンリー2枚とマツケン、はい、やはりキャラ的にもメンバー的にも、まあ、盤石だろうなっていう、はいはい、でそしてで、ね、はい、チャコ太郎チームはですね、はい、阿部がやはり、スーパープレイヤーということで一人いるんですけれども、はい、ただ先ほど大貫さんのチームを3立てしたのは KM の剣ということで、かなり KM を機能しているということで、剣で3立てって相当すごいですよ。そしてプレーオフはチャコ太郎が勝っているということで、はい、これはもう3人大活躍ということ で、ね、なので今回の決勝も服の街誰かが、はい、その3人誰かが吹けば勝てるだろうと、はい、まあ、そういう考えなんでしょうが、はい、まあ、美味しいお酒が多分待っているのでね、これを勝つと。さあ、祝杯をあげるのは一体どちらのチームか、ね、はい、さあ、ちょっとこれは決勝はスタートボタンを押さないでちょっと待ってください。はい、アブマツケン先方決まりました。早瀬さん、ちょっと待ってください。マツケン護衛隊は何、護衛隊とは、護衛隊またですか。また呂布が出ましたね。呂布放線出ましたね。そしてアブチームもいきなりこれスーパースターアブが出てきましたね。本当ですね、呂布対なんかすごいですね、はい、うん、じゃあ先方も決まったということで、はい、それでは、はい、サードマニアックス夏の陣2019決勝戦盛り上がっていきましょう。ではお願いします。さあ残すは決勝ただ1試合、その大事な大事な先鋒戦はマツケン護衛隊はいきなり王が出てきました。マツケン登場、そしてアブチームはスターアブが登場と、はい、その強豪同士の強者同士の戦いになっております。これキーマンがいきなり出てきたって感じですけれども、2つのチームのキーマンがいきなりですもんね、はい、一番多分チュンリーにキャラ的には厳しいと言われているのが多分この伊吹だと思うんですけれども、はい、まあ、その先に伊吹を出しておこうという感じもあるんですけれども、そして闇しぐれですね、はい、闇しぐれですね。阿部さんは道義に関しては竜剣両方とも闇しぐれです。なるほど、地上戦強化っていう感じですかね。そうですね、大番着地番ブロッキング、ここは紋章の助に対して千谷陣内、まずはマツケンペースをリードしていく。抜けて中段投げて体力リードマツケン、しゃがみ中盤 EX アロー剣、これで削り切っている。まずはマツケン開幕中継、まあ、開幕早さ立ち上げマツケンが振っていきましたけれども、はい、いびき側もつむじを開幕に打ったりだとか、まあ、そういう対策で立ち中継なんですかね、はい、そうですね、結構そのジャンプ系の行動をするんじゃないかなという、はい、その立ち中、前中継、はい、まあ、外系の盆栽に加えて前ジャンプ、はい、そういうのをとがめるための、まあ、立ち中継なのではないかなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そしてこの2ラウンド目に関しては阿部が取り返しているブロッキング、ブロッキング、そしてダイバーサー中小流神雷最大攻撃しているあれ、伊吹側の区内も投げたりはできるんですけども、はい、しっかり最後まで様子見て、まで見てました。アカブロからつむじ、これはですね、早尾さん、はい、ノーマルにしてるあたりが憎いんですよ、ゲージ使ってないんですよね、ちゃんと体力も見ているっていうことですよね、はい、ゲージ温存してリープは立ちカード、コシコパン
マツケンは若干ちょっとブランクが心配ですが、これはやみしぐれ、ボタンを押していた。やみしぐれの息吹と対戦するのはかなりマツケンも久しぶりなんじゃないかと思います。レアだと思いますよ。さあかなり勝利のケアもしっかりしている。前ダッシュに対しては立ち上げ前中継下村から中継ライナー、我慢して我慢している、ダッシュも我慢して、ガードが硬い。アブさんかなり硬いですね。アブ硬いですね。さあ要所要所で小技を食らいも致命的なダメージにはいってないので、はい、まだまだいけますね。闇しぐれ決めてしまえば勝ちです。投げで崩していって、さあと暮らせゴメージのような形になった。中大を若干遅らせ、こじ開けていきましたね。こじ開けましたね。しんどいしんどいと、しんどいしんどい、さあお前らが仕事しなければいけない、なんで俺が仕事しなきゃいけない、しんどいしんどいと、老体ですからねマツケンは。さあチャコ太郎が行くようです。まあ当然ちょっと剣道キャラはねなかなかやりにくいかもしれないので、はい、先にユリアンです。剣の小筆の中盤を遅らせで打つってあれやっぱ強いですね。本当に遅らせたらやっぱり動きたくなりますね、はい、そうですね。開いたと思ったら開いてないんですよね。そう開いてないんですよ、はい。さあチャコ太郎が中堅で出てきます。ユリアンチャコ太郎、まあ、ちなみにこの剣とユリアンもかなりいい勝負と言われているんですけれども、はいはい、まあ、剣側かなりやっぱりユリアンやりにくいという声がかなり多いですね。やっぱり中足を振りづらいのかなという印象ですね、はいはい。まあ、昨今かなりこうユリアン多いので、はい、あの対戦機会はあってもですね、このプレーにプレイヤーによってかなりプレースタイルも異なるので、はい、まあ、そういうところはマツケンもかなりユリアン戦は苦労するんじゃないかと、まあ、そういったところだったんですが、この1ラウンドはまずマツケンかなり大幅にリードしている、対策が機能している感じですね、はい、かなり機能している。コバコバしっかりフォローが完璧、こかせて、さあ裏回り、あおっと押し出してしまった。できるだけチャコ太郎としては次のラウンドに向けてゲージを回収したい。さあここはさあ行きますかね、行きましたね、行きますね。うわー、あ、これあれかい、うわー投げてあるぞ、何か起こる、うわーっと前ブロッキングしている。マツケンも前ブロですよね、強いですね、はい、もう勝負の時は来てしまったんで勝負をせざるを得ないといった前ブロでしたけども、はい、さあ手堅い立ち回りでお互いこのラインアンドはまずは仕掛けていったのはチャコ太郎、素直な高見大パンタイクがしっかり決まって壊し足、もう一枚いかない、いかない、まあ、これで十分なダメージは取れているので、まあ、体力ゲージを見てからの判断かもしれないですね。しかしタックルをしっかり飛びでかわして、さあこれでゲージ温存、イーブンぐらいの状況まで持ってきましたね、言えなくなってきたぞ、はい。おっと陣雷が出なかったかな。さあ煮詰まったこの状況、チャコ太郎2枚ゲージが2枚ある、どこで放出していいか。まだ使えるぞこの2枚、どうする。さあ使っていった、1枚、さあタックル大パンで、さあマツケンが予定とはちょっと違ったけれどもと、なんだか知らんが、まあでも白黒喜んでましたからね今、ね、白黒的にはあれ OK です、あれ OK、 OK、はい、OK です、 OK です。いやでもちょっと首かしげてますね。いやでもいやダメだダメ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 だと、護衛からダメ、白黒ダメ出ししてます、今のは波動拳だったんじゃないかとチェック厳しいですね、かなり厳しいですよ白黒は。そうです、ね、さあそしてゲーム大将、ね、さあマツケンは自分を守るために自分で戦わなければいけません。マツケン護衛隊隊長マツケン剣道キャラになります。さあケームここからどこまで踏ん張れるのか、黒い剣登場、ケーム剣道キャラとなりました。大将先鋒戦です。さあまずはマツケン画面走り追い込んだが、ケームに切り返されて波動拳、ケームいいですね、いいですね、動きが非常に機敏、差し込みも中にか冴えてますね。
さあ差し合いの様相ですが、もうお互いなかなか攻めの一手は踏まないが、一文字当てた分かなり今のは大きい。投げてマツケンペース、冷静にお互い、あっとよく我慢した、我慢してます ね、 ですね。陣雷が溜まるとお互いなかなか、そうですね、やりたいようにかかっ投げだったんですかね今金決勝ですから、これはもうお互い緊張しますから。しゃがみ中盤の振り合い、まだ陣雷は飛び出しておりません。この試合少し少し陣雷をつけ当てていった。まずは一戦マツケンリード。自分で自分の身は守るとこのマツケン身を守っているが、しゃがみ中盤の陣雷ゲームがやり返す。これはもうあの置き攻め当然ガードしているので、読み合いをここでしないでこの体力リードをキープしながら戦おうという腹でしたね。あの EX 波動に陣雷するもちょっと距離が届かず、はい、赤目は素晴らしい、キープは待っていた、よく見えています、ブロッキングのやり返し。さあこれでうわぁ下段がお留守だぜと、さあうわ投げてゲーム取り返す、投げ出てましたね、終わりませんね、サード夏の陣2019、まだまだ盛り上げてくれます。決勝戦は先方大将戦、ガード押していた、マツケンが勝てば優勝決定、ゲームはなんとかしのがなければいけない。さあ試合はマツケンペースで進んでいるがどうなる、追い詰めたか、この一撃は重い。さあ早さこの後ですね、さあやり返します、やり返します、まずは一つつないで、うわあすごいのが当たった、波動拳最後は中盤、優勝の夏拳護衛隊、中盤中盤、俺の中盤が強いと。さあ最後は両夫死亡せず、死亡せず自分で自分の身を守りました、マツケン、いやお強い。さあどうでしたか矢野さん、結局のところですね、はい、多分相手の3人は絶対に騙されたんじゃないかと思います。そうですね、やっぱり心理読みのアブだったんじゃないかなと思うんですけれども、ですよね、はい、多分そうだと思うんですけど、はい、まさかショー自ら出てくる、そうですね、あの白黒がですね開幕この決勝始まる前に、まあはい、マツケン護衛隊と言っときながらですね、はい、マツケンを何回も出したと言っていたんですけれども、はい、あの言い方はもう決勝は先方には出しませんよみたいな言い方だったんで、はい、我々実況解説もですね含めて5人は釣られてましたね。そうですね、絶対にあのチュンリー出ると思ってました、はい、全てを釣っていく感じでしたね、まあまあ、白黒プロになったことで、はい、まあ、汚い手段を使ってでも泥水をすすってでもやっぱりね勝ちが必要なんですよね、勝てばよかろうなのだ、はい、みたいなね、ということでさあこれで白黒の自己PR 文にですね、はい、2019年サード夏の陣優勝も加えられるということで、そうですね、まあ、そろそろあの白黒 の、 自己紹介文には足りなくなってきて、足りなくなんで省略するしかないんじゃないかっていう感じで、 JPEG でなんか書くんじゃないですかね、そうですね、写真撮って貼るんじゃないですかね、はい、さあやはり強いチームは強かったということ で、 そうですね、白黒マイケルタン松健優勝です。さあ やはりチュンリー2枚いるということで、はい、ヒールなんですけれども、はい、まあ、でもやっぱりね優勝するということは大きい大会で優勝するということはやっぱり簡単なことではない。そうですね、あ、わかりました。さあそれでは、そろそろですね、優勝者そして、まあ、準優勝の方の、表彰がされると思いますので、はい、さあそれでは松田さんよろしくお願いします。はい、じゃあ準優勝チームから、来てください。準優勝チーム、さあ今年もね吉原さんにかっこいい盾を用意してもらったんでね、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。はい、準優勝は滑り込みセーフアブ KM チャコですね、準優勝おめでとうございます。これまた今年書き下ろしのイラストを描いていただきました、すごいかっこいい夏っぽいイラストを描いていただきました、
こちら盾になります。おめでとうございます。あ、写真撮る方どうぞ。準優勝チーム、アブチャコ KM ですね。皆さんもう一度拍手お願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ優勝チーム、こちらにお願いします。いや、いいよ、ここで3人並んで。もうこの辺でいいや、この辺、バンバンバンと。はい。はい、じゃあお願いします。はい、サードマニアックス夏の陣2019優勝は松剣護衛隊ですか？マイケル松剣ウェイブ白袋ということでおめでとうございます。はい、じゃあちょっと写真撮る人がいると思うんで、皆さんもう一度拍手お願いします。はい、じゃあ優勝チームなんで気持ちよくなってると思うんでね、コメントもちろん話していいんで。最後まで声出していただいた解説の皆さんと運営の皆さん、本当ありがとうございました。最後マスケンさんを護衛できたのでよかったです。ありがとうございました。マスケン護衛隊の白黒です。そうですね、ちょっとコメントからの裏切りのマスケンさん先方でしたけど、まあ、そういうところから読み合っていくのがサードストライクだと思ってます。最後まで護衛できてよかったです。ありがとうございました。マツケンです。ケンテルキャラその強いんですけど、すごく微妙なところでなかなか大会でいい結果残せないみたいな感じで、自分としてもなんか自信があるんだかないんだかわからないみたいな感じで、その対象戦とか出るとやっぱりなかなか勝てねえなっていう感じで、まあへこんでばっかりだったんですけど、今回すごく頼もしすぎる2人にマネージメントおよび防衛していただいて、本当に心置きなくその実力を発揮することができました。本当に2人のおかげです。大きな大会優勝したのですごい久しぶりなので、めちゃくちゃ嬉しいっす。まだまだサード頑張りたいなっていう気になりました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。というわけでですね、まあ、今日は、クーペレーションカップの次のクーペレーションカップのね、告知もできたんでね、ちょっと僕もほっとしてます。まあ、そうですね、時期は変わったんですけどね、だいぶ多分パワーアップしたイベントできると思うんでね、皆さん楽しみにしててくれればいいかなと思います。そうですね、5月の16と17というね、ちょっとまだすごい先なんですけど、まあいろいろ準備してすごいいい大会にしたいと思うんでね、また皆さん必ず参加してほしいなと思います。あと何かありますかね。直近の告知はないんですけど、ああ明日か、明日も同じ会場でですね、スパツ X の、まあ、全国大会ありますんでね、視聴者の方もよかったら明日の XS とこちらも見ていただきたいなと思います。あと明日ニュートンで高野菜やるんで、よかったら遊びに来てください。じゃあ今日の夏の陣2019はこれで開きにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。また来年やりましょう。